FM 93.0 AM 1242 日本放送です。ナイツザラディオショー。清水美智子さん、お疲れ様でした。時刻はお昼の1時を回りました。ハリセンボンの箕輪はるかです。ナイツの土屋信之です。花輪信之です。5月26日木曜日、ナイツザラジオショー、今日もお願いします。はい、本日もよろしくお願いします。昨日ラジオショー終わって、はい、東くんっているじゃないですか。あの僕の同期のね。そうです。落研のね、うん、僕の一個下ですね、はい、だから土屋と同級生の東くんっていう子がいるんですよ、はい、でその子が愛媛に住んでるんだけどね、普段ね、うん、なんかあの仕事で、何ヶ月かに1回は東京に来るらしいんですね、うん、取材とか、うん、それでちょっとなんか YouTube 始めたんで YouTube に出てくれませんかっつってね、うん、今コチ勝友っていうね、うん、芸名でライターやってるね。ライターやってるんですけどね、うん、アダルトビデオのライターやられてる方なんです、ですけども、そうなんですね、はい、それでちょっとコラボしたんですよ、うん、東くんと。それでなんかよかったら YouTube でなんかいろいろ出てくださいって言うから、うん、東くんの YouTube こう見たんだよね、うん、そしたらなんかまあそれセクシー女優の人とかさ、うん、アダルトビデオの監督とか、うん、とばっかりコラボしてるから、うん、これに俺急に出るのやだなと思ってさ、うん、いろいろ見てたらさ、うん、まあなんか普通になんか酒飲むみたいな動画が上がってたの、うん、東くんのね、うん、で蕎麦焼酎雲海とローソンの豚キムチセットの組み合わせみたいなさ、あ、こんなのもあるんだと思って、うん、あ、じゃあこれちょっと見ようかなと思って見たらさ、もう本当に最高なんです。この蕎麦焼酎に炭酸水入れて、うん、でこのキムチ合うんですみたいなさ、うん、でこれに合う AV はこっちだ。何やってんだよ。ふざけんなよ。結局やっぱりふざけんなよ。AV の当てとして謝れ。ローソンの豚キムチに。で、そうなんだ。もうわけわかんないの。その外はね、外はサクッとして。中がじわっとしてるんですとか、なんか一応変なグルメのコメント言った後に、うん、これも同じなんですね。これも、この作品も、外はね、そこは外はね、中はもっとあれとか、違う。こいつ何言ってんだと思ってさ。そう、なんか食に例えるみたいな感じなんですかね。うん、そう、わかんないけどね、そいつもね、本当に、うん。ソムリエだからね、もう言ったら。AV ソムリエだから。AV マイスターです。AV マイスター。AV マイスターだから、合う食事やお酒とかまで紹介できるという。そう。すごいね。でね、彼がね、やっぱり、うん、本当に昔から知ってるから、うん、その、なんか、もう3人で、花輪、土屋、東、うん、3人で、なんか行ったサイゼリアの時の、うんうんうん、なんか写真とか、そういうのもいっぱい持ってるんだよ。そういうの全部なんかね。持ってるの。まあ、記憶力もいいしね。記憶力もいいから。東くんってね。何でも分かってるよね。すごい思い出をね、いっぱいこう喋ったりしたんだけど、昔、なんか大学の時にね、うんうんうん、その、なんか、大学の落研とはまた別に、うん、なんか、都内に出て、うん、なんかライブをやった記憶が、ってね、なんかラーメンズさんとかと、うんうんうん、エレキコミックさんとかと一緒に、うん、なんかライブやったんだよ。あれ多分年数で言うと98年ぐらいだと思うんだ。それうちらも組んでて？組んでないです。組んでる前の別々のコンビとかって、はい、花さんだけ出た。なぜか、その時のコンビ名が、ナイツじゃなくて、ラカンさんっていうコンビ名だったんです、僕。花さんと坪さんで、はい、坪田さんっていう人。ラカンさんっていう、なんかね、よくわかんないんだけど、多分、うん、その大学のと違う名前にしようみたいな、ちょっとなんか変なノリで決めたラカンさんっていうので、うん、その交番表をね、うん、東くんが持ってきてくれたの。すごいね。それで、もう、めっちゃ見たい。二十何年前の交番表です、うんうんうん、でトップバッターなんとか、うん、で4番俺たちが4番目ぐらいでラカンさんで最後鳥がラーメンズみたいな、まあ、こんなの持ってんのみたいな、すごいね、プリントにあるのよ、紙を10年以上前だもんね、その当時のチラシを、その時の交番でさ、ロッチって あるのよ。でこれはでも違うロッチなの、ね、ロッチさん組む前だもんね、多分ね。そうだから 初代のロッチっていうのがその時にいたの。いたんだ。そうそうそう、いた。いたの。ああ覚えてる？ああ東大の、うん、東京大学の落研でコンビ組んでた子はロッチ。ああああ、へ、で、その一人が、
松岡くんっつって、うん、今 NHK のアナウンサーやってる。アナウンサーだよね。そうそうそう。そうそうそう。すごいよね。すごい。そう。だから、元ロッチの、うん、松岡ですとかつって、この前、NHK の BS コンシェルジュって BS 番組を紹介する番組の時に、ね、いたよね、うん、司会やったりしててさ。そう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 。だから今、今日ゲストで来るロッチさんよりも前に、大学生でロッチっていうコンビが実はいたっていうことよ。ねね、そうだよ。そういう交番とかも全部、あんまり東君持ってんだ。持ってんの。まあ、全部というかね、その、でも、持ってたよ。変わってないよ、彼は。え、で、東君も出てたん、それに。東京してコンビの時に。そうです。大学の時の東京して。自分が出てるから、まあ、撮ってて。いるんだけどね。ああ、そうなんだ。変わったやつなんですよ。昔から変わっててね。まあまあ変わってるっていうか、まあ面白いやつでね。で、なんで上京してきたのって今回。またなんか、取材とかなの、AV の、セクシー女優さんとか。いや、エビスマスカッツが、はい、ライブがあるんで。なんかあるんで、エビスマスカッツさ、うん。セクシー女優さんのね、あのライブがありますんで、つって、それ見に来たらしい。あ、普通に仕事じゃなくて。普通じゃなかったです。見に来た。遊びまかんの。そうなんですよ。で、その東くんが、まあさ、だから昨日、その、エビスマスカッツの、うん、18時に六本木行かなきゃいけないから、うん、17時ぐらいにこの、終わって、うん、撮影終わって、うん、で、まあ、家、帰ったら俺18時ぐらいに家帰ったんですけど、ちょっとお腹空いてて、うん、なんかラーメンかなんか食べたいなと俺は思ってて、うん、それであの田無ってあるんですよ、東西東京市今の、うん、田無ね、うん、田無に油そばのお店があって、うん、それのちょっと知り合いがやってるから、うん、あ、たまには油そばでも食いこっこうかなと思って、うん、それでまあ一人で行くとなんか一人で行ってもいいんだけど、誰か誘おうと思ってさ、うん、あの鹿児島太郎ちゃんがいるじゃん。ああ。最近 家の近所に越してきたから。東京上京してきたから。上京してきたからね。で、鹿児島太郎ちゃんに今から油そばを食べ行くんだけど、うん、一緒に行かない人はすぐ来てくれたのよ。うん、それで車乗って、一緒にうちから車乗った油そばって、うんうんうん、食ったことあるっすわね。いや、ないですみたいな。何ですかそれは。僕は、鹿児島には油そばなんかないですみたいな。鹿児島出身だから、そうなんだ、つって。めちゃくちゃうまい油そば、つって。病みつきになるぜ、みたいな話してたのよ。そして、それ結構混んでてさ、20分くらいかかるのね、田無まで。で、車の中でいろいろ話してたらさ、花輪さん、ちょっと聞いてもらっていいですか悩み、みたいな。何大喜利が苦手なんです。ああ純粋でしょ、まあ、まあでもお笑い別に大喜利が全てじゃないからさ、うん、それ得意な人もいれば下手な人もいるし、うん、正直俺も一本グランプリ出たけど、やっぱりそこまでの結果残せてないし、うん、だから大喜利はもう、そのなんかバカリズムさんとかケンコバさんみたいな人になれないんだったら、うん、なんか自分の、なんだろう、自分しかできない答えってあるじゃん。半径5メートルのさ、普段生活して、例えば俺だったら漫才協会の師匠のことを毎回ボケるとか、っていう風にすればみたいなことを言ったら、あ、そうですねみたいな。なんか、鹿児島っぽいこととかをさ、なんか言えばいいんじゃないみたいなこと言ってたら、はい、ありがとうございますみたいな感じだったのよ。で、そのまま、油そばさ、店着いたらさ、やってなかったんだ。水曜日が何定休日だったの。俺ちゃんと見てなくて、その食べログみたいな。なんだ今日休みじゃんと思ってさ、わ、連絡もしてなかったから、それでもう油そばの口になってたからさ、いやどうしようかなみたいな。そしたらなんか、まあ一応太郎ちゃんもラーメン食いたいでしょつった、いや僕は別に何でもいいですよ、別にラーメンじゃなくてもみたいな。油そば店探すって、いや別に何でもいいですとか言うわけ。何食べたいとかって言ったらさ、さつま揚げです急に大喜利の。お題だ、大喜利思い出したの、さつま揚げです何言ってんのつって、いや、はい、大喜利ですよね。いや、違う違う。普通に何食いたいか聞いただけだから、ややこしいから、みたいなさ。いや、そういうのいらないからさ、本当のこと言って、あ、じゃあラーメンです。あ、じゃあラーメン行こうか、つって、全然家系のラーメン、もうなかったから、油そばが。帰りの、なんか、新青梅街道沿いの家系ラーメン入ってさ、で、お水、なんか飲む？つって、いいの？つったら、屋久島の湧き水飲みたいですとか。いや、もう大喜利やんなくていいから。
全部お題だと思う。全部お題だと思った、ね、うん、一つ一つの質問が全部お題だと思うから、ね、屋久島の湧き水ありますかって店員さんに言うからもうやめてくれよと太郎ちゃん。いいね。それ別にいい。対応が早いね。そうなんや、ね、純粋だからね。いい人ですね。いい人なの。ほいで、なんかその帰りさ、うん、なんか家、一人暮らし始めたばっかりなんだよ。うん、本当に何もわかんないのよ。何や食ってんの普段って言ったら、うん、いやもう卵かけご飯ですかねとかって言うわけ。あ、そう。つって、飽きないって言ったら、火がないんだって。いやぁ、うん。コンロがないんだ。コンロがないの。わかるでしょ、コンロってあれ、買わないとないじゃん。レンジもないの。レンジもないの。だから、あの、冷蔵庫しかないんだって。だからやっぱさすがに、コンロはあった方がいいよ、つって。一人暮らしだし。なんか、なんかさすがにさ、お湯もさ、沸かすだろうし、なんか焼いたりもできるじゃん、つって、買ってあげるよ、つって。それで、あの、フラワーパーク尾崎ってね、うん、家の近所にでっかいあのなんかスーパーがあって、うん、いろんなもの売ってるとこあるの、うん、そのあと植物園みたいになってて、うん、あの ガーデニングみたいなやつの全部売ってる有名なとこあるから、うん、まあちょっとそこ寄ろうよっつって、うん、なんか好きなもん買っていいから、うん、カップラーメンとかっつって寄ったらさ、うん、あのなんかもう夜遅くてもうほとんどなんかもうお客さんもいないとこだったんだけど、うん、駐車場にバンみたいのが止まってて、うん、遠くから見たのかすっげえ見たことある体型のやつが、うん、そこのバンのとこからなんかちょっと降りてタバコ吸ってんだよ、うんうん、こいつ誰だと思って暗闇だったから、うんうん、ただ鈴木もぐらだったの、空気階段空気階段の、おうおう完全に もぐらだったの、うん、でもうで俺もこうやって窓開けて、うん、でなんか俺はこう運転席にいるじゃん、うん、でここに太郎ちゃんが助手席にいるじゃん、うん、でもぐらが こっち側にいたからまあ、なんていうのかな、こう、俺の左側に。助手席側にいた、ね。助手席側にモグラがいた、いたんだけど、こうやってちょっとこう、顔出して、おいとかって言った。待ってんだよとかっつって、ふざけて。そしたら、はい、はい、とかっつって。はい、みたいな。めんどくさいやつに絡まれた。めんどくさいやつ絡まれた。そしたらなんか、かたまりくんも、ただならぬ、なんかやばい、絡まれてると思って、なんかすぐ出てきて。はい。コンビでいたの？コンビでいたの。はい。とかつって、うん、したらなんか多分スタッフさんが3人ぐらい来ちゃって、うん、こうなんか守る感じでロケ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 守る感じで来ちゃって、うん、はいとかつって、うん、やべえなと思って、うん、あのいや違うナイツの花です、うん、つったら、うん、あーよかったーつってマジ練馬のヤンキーに絡まれたと思いましたつってでなんか太郎ちゃんが絶妙なぐらいさなんかこう、うん古文っぽいから。あ、そうだね。なんかこっちがなんかやばいヤンキーで、こいつを連れて、なんかやってるやつ思ったんだって。すっげえビビってて。それで、もう、本当になんたのドッキリの時のモグラのリアクションなんだよ。僕と知り合いですか？はい。僕となんか知り合いですか？とか言ってきて。マスクしてるとわかんない。わかんない。暗いからだと思うんだけどね。そうそう。すっごい顔してたよ、スタッフも。絶対守んなきゃいけないみたいな顔して。なんか植物園かなんかで、うんなんかわかんないの前で、うん、コントをやる。え？何のテレビかわかんなかったけど、ロケかなんかで来てたらしくてさ。あ、そうなんだ。たまたまそういうなんか出会いもあるから。もぐらくんは目立つもんだな。そうそうそう。ね、なんか太郎ちゃんもすごいっすね。東京って。いやいや、芸人なんだから。完全に素人じゃん。言ってたけどね。まあ喜んでたよ、昨日太郎ちゃん。いっぱいいろんなもの買ってあげてさ。かわいいよ。優しいね。じゃコンロ買ってあげたんじゃ。うんコンロ買ってあげたよ。ああ、よかった。でもこれで。遠慮しないで買いなって言って。ああ、料理できる。うん。たぶん料理すんのだって。いや、料理しようと思ってたみたい。だって、なんでもいいっつってんのに、うん、なんかカップラーメンとかコンロとかって言ったからわかんないんだけど、うんうん、そのカップラーメンとコンロしか買っちゃいけないと思っちゃったみたいな。ああ、まあ、別にいいよ、なんでもっつってさ。なんでもって言われてもね。あの、そう。塩買っていいですか？いや、いいよ、塩が。塩に許可いらないで、別にいちいち。いや、入れないよ、カゴに。塩買ったりして。塩してるんだね、やっぱそれは。うんまあ、これからなんか料理するんじゃない？うん。あれ、言ったっけ？あの、なんか、うん、あの、なんだろう。自分のなんか、インスタかなんかに、うん、自分の家の写真とかをバンバン載せる。ああ、載せちゃってね。で、なんか、もう、ファンの人が来ちゃったんでしょ？そのファンの人はなかったのよ。うん。それ言わなかったよ。ラブレターズの、子だったの。うんタメ口くん？タメ口くんかな？タメ口くん？どっちか。多分タメ口くんかな。タメ口くんが、坊主じゃない方。うん。うん、が、あの、うん、米を置いてくれた。へぇなんかやっぱ可愛がられる子なんだよね。そっかそっか。そうそう、太郎ちゃんって。なんかみんな先輩からも、めちゃくちゃ可愛がられてさ。うんうんうん、でそれもさ、俺もさ、うん、
なんだろう、ラーメン食った後に、うん、太郎ちゃんが、この前ゴリケンさんに会ったんだって。うんうん、ゴリケンさんっているでしょ、はい、福岡の鍋プロ、うんうん。めちゃくちゃお世話になってんだよ、うん、福岡時代に。うん、であ、東京にたまたまゴリケンさん来てて、それで、二人話したら、ゴリケンさんが、お前ほんと大変だろっつって、うん、なんかお金くれたんですよ、みたいな。うん、1万円包んでくれたんですよ。やっぱり先輩っていいですよね、みたいなこと言うから、うん、なんか1万円ぐらいあげなきゃいけないそうはね。それをまた別の先輩に言うとね。俺ラーメン一杯だけ、ラーメン一杯だけってまずいんじゃないかなと思っちゃって。なんか。そんなつもりで言ってはないと思うけどね。それがあったから、コンロぐらいはっていうのがあったから、ね。そうかそうか。そうそう。っていうので買ってあげたり。いろんな人にこうお世話になりながら。なってるね。ね、うん。上京して不安だけども、太郎ちゃんも。そうだよ。だから、鍋プロって表参道に、ああ、あるでしょ、うん、だから、鹿児島出身の田舎者だからさ、うん、もう、で、ネタはさ、はあ、鹿児島のネタをやる子なのよ、うん。で、もうすっごいでっかいさ、そのもう中学生じゃないけど、段、うん、ボールみたいのに、もう鹿児島のこととかフリップとか書いたネタをやる子だから、うん、もういつもすっげえでかい荷物持って表参道、まあそこ行くの恥ずかしいんだって、やっぱり。大変だね、それはね。そうそう、でももうなんか、しょうがなく今やってますみたいな、頑張ってるって言ったけどね。頑張ってもらいたいけど、鹿児島太郎ちゃんは。ね、名前が鹿児島太郎だからさ。わかりやすいよね。まあ、鹿児島を、鹿児島のネタを、やっぱりこれからもやっていきますって言ってたよ。昨日の水曜日のダウンタウンみたいなのやったら、うん、太郎ちゃん何位になるのね、鹿児島県内の中でね。一票も入んないから。知らないだろ。鹿児島太郎っつってんだよ。鹿児島ついてんのに、うん、鹿児島ついてんのに、うん、だって鹿児島の芸能人、芸人ってあとだって誰がいるの、川北ゲソ太郎じゃないのあの人宮崎だっけ知ってる川北ゲソ太郎。ゲソ太郎って何の人、川北ゲソ太郎ってあれだよ。志村けんさんのお弟子さんだよ。うん、ああ。うんいや、そうそう、あの人だった。あの人でも、いや、鹿児島。鹿児島ってついてないよ。だって、川北ゲソ太郎は別に。でも、レギュラーやってるから。あ、鹿児島の中で。鹿児島の中で。ああ、まあそういうのは強いかもね。鹿児島の中でもう有名人だから。要するに、住みます芸人じゃないけど、もうそのもっと前から、もう地元でレギュラーやって、俺たちも鹿児島かなんかに営業一回行った時に、もう司会とかやってたからね。そういうイベントの。なんかそういう人はあるかもしれない。人が入ってくるか。そうですね。お二人もでも全国7位とかですもんね。俺さ、昨日のやつ、それはそうなんだけどさ、うん、ちょっと昨日のね、見た水曜日の段階。あ、見ました。あれ、間違いが一つありましたよね。間違いはあった、はい、佐賀県出身ではないので、私は。千葉出身なので、あそこはちょっと。ナイツ、格好、佐賀県出身、はい。あれはちょっと間違え、スタッフ間違えてるなって思いました。すごい訂正するんですよ、そこに。すごいだからね、全国7位なのに佐賀で8位だった。だからだよ。いや、そりゃそうだよ。だって佐賀でちょっと順位上がるかなって期待したら。出身って言ってるからね、下がってんだもん、だって、うん。お兄さんもね、佐賀県出身になってました、ね。まあ、兄貴はもっと上でよかったんじゃないあんだけ佐賀の。そうだね。それそれで気まずいだろ。花兄が10位だったらちょっとショック、うん、あれが、まあまあ、中途半端な、江頭さん11位とか。もうちょっと上だったら分かるけど。スタッフさんもさ、多分、最初の予定では、佐賀県では花輪が上で、うん、その次あたりの、その町とか市で、どぶろくが抜くかなぐらいにね、うん、そうだね。計算してたかもしれないけど。やっぱ、加納くんはやっぱだから、あの企画にぴったりだったね。ぴったりだよね。サンドイッチマンがいて、ね、で、あと住所もすごい細かく、うん、段階踏んでいくっていうのも、ね、やっぱ実家の住所はさ、神社だから言えるじゃん。あ、そうそうそう、他の人って言えないでしょ、ね、あそこまで。で、お母さん今一人で住んでるじゃん。うん、だから、すごくいい展開になって。そうそうそう。ね、お母さんが、まともな人でよかったね。サンドイッチマンでちゃんとね。あ、まともだから、それはさ、当たり前だろ。いやいや、普通、まともだったら息子言うだろ、身内だから、ちょっと、ひいきになっちゃうからっていうこと言ってましたもんね。ナイツでやるときってどうすんだろうね。まあ、どっちかなんじゃない、それやっぱり、佐賀とかになるんじゃない、それは。世間のイメージで言ったら。いや、浅草でしょう。うん、ああ、浅草ね。うん。ああ、まあ、そういうパターンはない。その、地元っていう感じだから、ね。その、出身地とかっていう企画だけどね。まあ、どっかで聞いたら1位になるみたいなやつだよね。浅草で聞いたら1位になるかな。あれってさ、自分のふるさとをさ、結構言ってる人じゃないと絶対無理だよね。まあ、数少ないよね。例えば、ねずっちとかがさ、
日野でやったってさ、そんなに日野押してないでしょ。でもやっぱ日野のその地元に行ったら、うん、みんな言うんじゃない？知らないだろう。日野出身の芸人といえばでみんな知ってたりするんじゃないかな。そう、わかんない。少ないからね。その何、うん、最近引っ越してきた学生とか知らないよ。うん、その地元の本当にその実家の人たちは言うんじゃないかな、うんうん。日野のやっぱり大スターなのかな、ねずっち。大がつくかどうかはそれは知らないけど。うん、サインとかそのなんかこう地元のお店とかにあったりするんじゃないの。アビコとかだったら俺多分絶対1位になる。いける？千葉県のアビコだったら1位になるよ、そりゃ。あ、本当？だってアビコ市の候補、ふるさと大使もやってるし、あ、だけどもう佐賀で放送されちゃってるからできないもんね。そういう水曜日のダウンタウンのあの。いや、別に阿佐ヶ谷出身って出ちゃってるから。はい。もう変な感じになるでしょ、もう。出ちゃったから。でもその、なんぞの宮城のサンドイッチマンみたいな感じで、ちょっと近くの強い人が、いたらもう、アビコですからね。それは。いないでしょう。それはいない？いないと思うよ、本当に。なんとなくざっくり関東でさ。あの、順位って気になるよね。ハリセンボンがじゃあ何位なのかとかさ。どれぐらい取ってくれてるんですかね。自分が出てくるのに。7位って言ったら大した票数じゃん。別に。そう。サンドイッチマンがやっぱすごいかっただけで。ですね。そうだよ。土屋さんのど真ん中はどこになるんですか、ね、僕が中途半端なんですよね。まあ、船橋かな千葉の。船橋。船橋のイメージないでしょ、うん、20歳のソウルだって一船の話なのに花輪さんの方にオファー来たでしょだって船橋のアビコと言ってる普段から。普段あんま言わないな。中学までだからまた中途半端だ。2歳から中学までだ。船橋好き船橋好きかって言われると。いやいや、なんで即答しないの好きで。いや、それ好きでいいじゃん。好きだけど、うん、その別に俺が住んでた時、船橋いなかったから。いや、関係ないよ。中学。今、リアルタイムでだよ。いや、俺が子供の頃見てたって言ったら、それは、好きだし、思い入れあるけど。もう、だから、今住んでないっていうのもあるもんね。まあ、実家も今ないしね、うん、船橋。そうなんだよね。あ、そう。そういうのは。それはあるよね。ね。な中野、で聞いたところででしょっていうことだよね。中野ももう今住んでないし、高校からっていう感じだし。ナイツはやっぱり浅草だと思うよ。そうそう。だからそういう意味でも、やっぱ浅草っていうのがいい。おそらく。はるかちゃんはもう地元がしっかりあるもんね、ずっとね。地元、でも、吉祥寺とか言っても。だから、相方が狛江でしょあ、そうです、はい。ちょうど間ぐらいの、ないの三鷹とか。間一番ないとこです。調布とか。いや、調布で聞いたら、ハリセンもあるよ、そう。ありますかね。そういう、なんかね、そういうのもいいかもしれない。コンビの間を取って、そこを地元として、いいね、ランキング取るとかね。いや、そんなに、それで1位になれる。北海道と九州になる。コンビで大阪で聞いたら、一票も入んないだろ、そんなの。そうそ う, そう。どこを取って間なの、それ。間を取って、間を取って1位取れるか選手権みたいな、ね。取れないでしょ。絶対。そういうのでもいいかもしれないけど。そうだよね。やっぱり、面白いね、あの企画。面白いですね。すごい面白い企画。あの後のさ、ハプニング漫才がもうさ、うん、あれがなんだろう。ああいうなんかネタ、俺たちも作ったことがあるから。コントだからな、もうあれは。なんかあれ難しいよね、確かに。見方がさ、あの、野々村さんも、目線が難しいわって言ってたけど。そうですね。あれ面白い。てか昔作ったもんね。俺たちが、それこそ、そういうネタやったことあるから。あの番組でも。あれは、そうだよね。うん、だから、まあ、コラボっていうネタで、その、コラボ相手を客席に入れといてっていう、うん、まあ、コントになったんですね、バイキングの西村君と、一回やったことあるの。客席からなんか全部先に、ヤジで、なんか、やっちゃうみたいなさ。だから、難しいよね、あれ。本当の、だから、ハプニングにした方がいいのかな。がやっぱり面白いんだろうけど、それはなかなか狙って取れないから、うん、本当だから、なんだろう、もうそのなんか、東洋館とかで、普段やらない人がやって、うん、本当の東洋館のお客さんとかがヤジ言うのを待つとかなのかな。うんうんうん、ねめちゃくちゃ鍛えられるよ、ヤジは。うん。ハリセンボンは何まあ、営業、でも普通にありますもんね、うん、その子供が泣いちゃうとか。あるあるある。こちらはその、袖から出て、一言も喋ってないうちに、一番前の、うん、
女の子が、うん、かわいそうって言ったことがありましたね。出てきただけで、はい、出てきた姿がなんかかわいそうに見えたの。かわいいって言ってたんじゃないの？かわいそうって言ってた。かわいそうって言ってたの。おかしいね。最初の掛け声としては絶対かわいいであってほしいよね。であってほしいんですけどね。かわいそうって聞こえちゃったか、まあ、無料で見れるやつにちょっと多い気するな、うんうん、やっぱりショッピングセンターのやつとかね、はいはいはい、お笑い好きで見に来てるとはちょっと違うね、ちょっと違うかもしれないね。だからやっぱりなんだろう、そこはもうなんだろう、ステージがあってでもさ、店が優先だから、そう、あとはもうお祭りとかね。そうだよ、サンシャインの噴水広場なんかひどいからね、漫才やってる時にいきなり噴水プシャーとかあるからね、後ろのね、あれ毎回ハプニングみたいなもんだよ。全然聞こえないんだから、ちょっと時間計算できないのかなあれ。あそこだけ止めてくれよと毎回思うんだけど、すげえ派手に吹き上がるから、平気でやるからね。そうですね、うん、そうだよ。そうなんだよなあれな。エレベーターとかも普通に真後ろにエスカレーターがあって、そこで流れながら漫才見てる人もいるからさ、うん、だそのエスカレーターが後ろにあったりするとね、うん、お客さんの目線がそのエスカレーター見てたりとかするもんね。なんか屋外のやつとかでネタやってて、喋、うん、り出したら急に雨雲がゴロゴロってなって、うん、ボケたら雷ドカーンみたいにやってたよ。なる時ありますもんね。あるあるあるやってたやってた。学祭とか土砂降りの中一緒に出た小島よしおくんが、うん、そんなの関係ねえって言いながらやってて、土砂降りの中そんなの関係ねえが、本当台風、うん、台風、ね、台風なんかやつやね、あれね、あれお客さんもどういう気持ちで見てたんだろうね、うん、ねえ、なんだあれ、濡れながら見てたのかな今お前。傘さしたら後ろ見えないとかでしょ、だって。ああ、うん、そうか、普通中止なんだよ、ああいうの。びしょびしょになりながらですよ。結構強行してますもんね、そういう時も。ね、そうそうそう、パッピーの時になんかよれてたもん、なんか最後風でね。はい、おっぱい。片足で立たなきゃいけない。まあハプニングっていうか、まあ天候だからね。そうですね。うん、そういうのあるかもしれないけどね。ね、他の番組の反響も来てまして、うん、半分講師さんです。はい、花輪さん、土屋さん、うん、昨夜の有吉の壁で、うん、U 字工事と錦鯉が花子を漫才協会へ勧誘していました、うん、これは花子は入会したということでいいですよね。いや、有吉さんも実録だと言われていました、うん、コントで勧誘するのはなかなかいい方法だと思います、うん、この感じでどんどん漫才協会を増やしてほしいです。嬉しいよね、ね、U 字工事と錦鯉がもうこういうふうにね、うん、これもあのカオルちゃんがあのそこにいたっていうのが嬉しいよね、うん、結構もともとその教会にすごくね、うん、入るのをちょっとんってなってたのが、そうなんですね、U字工事の福田くんだからね、福田くんが本当に入ってから言ったのが、うん、あの プラスにもなんないしマイナスにもなんないです、うんうんうん、それを昨日も言ってたの花子です。だからあれが俺は本当のコントじゃなくて本当のリアルなの、リアルなの、リアルなんだよ、ね、マイナスにもなんないから入んなっつって。プラスにもなってない。プラスにもなってないっていう。プラスにもなってない。あ、そうなんですね。うん。まあ舞台の数は増えるんだろうけど、まあまあまあ入んなくても別に自分で舞台やればいいしってこと。他にね、営業とかもありますもんね。うん、いや、いいよね、錦鯉と二次工事がいるから、ね。そうそうそう。花子さんも入会でいいってことですかね。花子ね。入ってくれたらいいけど、だからコントだけどね、いるからコントもいっぱい、もう今そうですね、うん、トリオのコントがいないからね、お入っていただきたいですね。やっぱチャンピオンはやっぱりでかいよ、うん、チャンピオンが入ると錦鯉、うん、もそうだし、うんうん、まあ浜川もいるけどね、一応ザ・漫才のチャンピオンもいるけど、うん、キングオブコントチャンピオンいないもんね、漫才協会はまだ。そうだね。あ、でも藤幸恵花子さんがいたからな、ちょっとそこで木、うん、花子って何も被らないでしょ。花子でちょっと被る。花子って。いや、そのあの、あれしないな、あの、おせつと京太が入った時に、東京太師匠との兼ね合いの問題、うん、そうそうそう、以来の何も、誰も気にしないのに、マジでなんか揉めてたからね。京太って言うの、あ、そう。それ大丈夫なの、私、僕京太って言うんですけど。大丈夫確かに名前がね、ちょっと被っちゃいますから、ね。名前、被ってないじゃん、別に。そうだね、うん、それはちょっとまあ変えて出るんだったらいいかもしれない、花子っていう名前を ね変えるんだったらいいかもしれない、ね、どんどんね、増えて、ハリセンボンだっていいんですよ、漫才協会に入っていただいても。ああ、そうなんですか。もちろんエージェントだから、はい、でもそうですね、はるかちゃんはまだエージェントじゃないのか、まあ、そうですね、うん、そっか、
どっか エージェント契約だったら大丈夫なんですよね、漫才協会に入るのは。別に多分大丈夫なんじゃないの。ただもうマイナスしかないけどね。プラスないんですか。ないですだって。それないです。福田理論で言うとね、プラスにもなんないし、そうそう、マイナスにもなんない。マイナスしかないよ。でも友近さんをなんか入れようとして、ね、盛り上がってたけど、よく考えたら友近さんから言われて条件全然合ってなくて、それはそうだよなと思って。それはそうですよ。そうですね。細かいとこ詰めていったらいろいろと支障が出るけどね。それはそうですよね。はい。今週は何かあったの？はるかちゃんは。今週は、久々に油圧ショベルにロケで乗らせていただきました。うん、そうなんだ、はい。ちょっとね、楽しかったですね。あ、そう。はい、乗れて。何したの？油圧ショベル。油圧ショベルでちょっとやったことはまだお話できないんですけど。本屋見てみる。はい、そうなんです。ただちょっとその本番前に、ちょっと時間が、練習時間が少ないかもしれないんで、VR で重機ができるやつがあるんで、ちょっとそれで練習してくださいって言われて、で、スタッフさんがなんか控室に用意してくれてたんですよ。VR を。で、なんかエディの男の子がセッティングまでしてくれて、で、私その、ゴーグルみたいな初めてかぶったら、なんかもうすごいなんか世界に入ってるんですけど、なんか寂しい景色が広がってて、なんかこう教習所っぽい景色で、で向こう側に塀があって、で前に木が一本あって、なんかすごい夕方でみんな帰っちゃったみたいな感じの景色で、風景なんだね、ああいうやつのね。そうなんですよね。これこんな感じなんだと思って、で、その AD の男の子が、じゃあ、それで、ジョイスティックみたいなのがあるんで、これを動かしてもらえれば、操作できるんでって言われても、前に重機っぽいものがなくて、いや、なんか重機しかないんですけどって、え、木しかないですか？いや、でも、これ動かしてもらえれば、動くんでって。いやでも木しかないですねみたいな、夕方ですねみたいな、ちょっとわかん確認の電話しますみたいな、出てっちゃって、で待ってたんですけど、本当に寂しいからこう周りをこう振り返ったりしてたんですよ。そしたら振り返ったら後ろに重機のアームがあったんですよ。あ、後ろ向いてたんだと思って。なるほど。はい。で、このままだとできるかも、ジョイスティック背中にあるからこれ取ればと思ったら、その時に男の子が入ってきて、ちょっと時間ないんでちょっとこれやめますってなって、ゴーグル外されちゃって、ちょっとできなかったんですよ。あ、できなかったんだ。はい。言えばいいじゃん、後ろにありましたよっつって。ちょっとなんかもう時間なくなっちゃった。決定事項って感じだったんで、言いづらくなっちゃって。それは殺風景だわ。そうなんです、後ろだったんですよ。確かにね。はい、分かんないんだよね、あれね。分かんないんです、最初が難しいですね。どうやって慣れるんだろうね、あれもよく分かんないよね、VR も。気持ち悪くなるもんな。はい。だスマホのアプリがあったんで、それではやらせてもらったんですけどね。あ、そうなの。はい。それもかなりまだ間抜けだからな、あれな。ねえ。はい。そうだね。そろそろ行きましょう。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it.Are you ready? The Radio Show! さあ、お送りしてますナイツザラジオショー。改めましてこんにちは、ナイツの土屋伸之です。花伸之です。木曜パートナーのハリセンボン美濃遥です。さあ、今日の2時台ゲストはロッチの2人が登場です。3時台は重機ショーもあります。はい、はい、今日のゲストロッチのお二人への質問や番組の感想、ナイツのお二人、私美濃遥への普通歌もお待ちしています。受付メールアドレスは rs@1242.com まで。RS はラジオショーの頭文字、アルファベット小文字で、読まれた人全員とメールをくれた人の中から抽選で5名様に土屋さんデザインのオリジナルステッカーもプレゼント。ツイッターで感想をつぶやく場合はハッシュタグナイツラジオショーをつけてつぶやいてください。それではナイツラジオショー、今日も3時30分までどうぞお付き合いください。お聞きの番組は FM93 AM1242、 ラジオで聞いてもラジオで聞いてもラジコで聞いても、ラジコで聞いても日本放送です。
ここで中央事務所よりお知らせです。現在キャッシングやカードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば4万円程度でもお借り入れを繰り返すと27万円を受け取れる可能性があります。あなたが受け取れるのかは電話で確認できます。受け取れるかの確認に費用はいただきません。周りの方に知られることもないし、しつこい営業電話もありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 であなたが受け取れるかご確認ください。乾燥パン粉なのにこのボリューム感、このサクサク感、しかも北海道産小麦 100% 使用でイーストフード無添加、おいしいフライを食べるならフライスター、おいしさ際立つ極上ソフトパン粉。自動ドアのメンテナンスはすぐにラブコにコール。 0120-0725-86 オーラブコハロー、24時間365日メンテナンスを受けたまわります。自動ドアはナブコです。ナブコシステム。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。国は現在、集団予防接種が原因で B 型肝炎ウイルスの持続感染者となった方に最大3600万円の給付を行っています。昨年度のお客様への給付金は平均1000万円以上でした。ところが多くの方が未だに手続きをしていません。まず B 型肝炎ウイルスに感染していても病気を発症していないため放置している方が多いです。しかし健康な方でも給付の可能性は十分にあります。次に、家族を肝臓病で亡くされた方も放置していることが多いです。しかしこれらが原因で家族が亡くなった場合、遺族などの相続人が給付の対象です。最後にこの給付金ですが、請求期限があります。準備期間も必要ですので、今すぐあなたやご家族がいくらもらえるのか無料でご確認ください。もう一度言います。B 型肝炎の給付金には請求期限があります。準備期間も必要ですので、今すぐあなたやご家族がいくらもらえるのかだけでも無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。あの、亡くなったお父さんの相談ってダメですよね。いえ、大丈夫ですよ。ご本人が亡くなられている場合、残されたご遺族の方が給付の対象になり得ます。のんびりぼんやりお気楽ラジオ、金曜朝春風亭一之助、あなたとハッピー。番組テーマは教えて、こんなはずじゃなかったバースデー。増山さやか生誕記念、誕生日のドタバタエピソードを大募集。私の誕生日はもうなくなりましたんでね、お気遣いなく。春風亭一之助、あなたとハッピーは明日金曜日朝8時から。メールいただいてます、うん、はいはい、ブサイクルショップさんね。ネズッチは足立区で一番になれる可能性があります。ほう、足立区ケーブルテレビで20年近くネズッチ散歩という番組を未だにやってるので、うん、地元民はみんな知ってます。だってさ、足立区ってさ、うん、元相方の木曽三中さんがずっとやってたよね。木曽さんもやってますよね。やってるよね。うん、だから木曽さんの方が俺足立区でずっとやってるイメージ。だコンビでもやってたのかな。でそれがネズッチの番組とネズ、あの木曽さんの番組に分かれて今やってるってことなのかな。そんなんさ、東ドイツ西ドイツみたいにこうなんか分裂して、いやいやいや、嫌な言い方するわかんないけど。あ、そう。これは、どうだろうな。でもさ、足立区のケーブルテレビのネズッチ散歩がどれくらい見てるかね。足立区民が。たけしさんでしょう。いや、そうだよ。たけしさんか、安全漫才の方が上じゃないか。足立区のイメージ、うん、みやぞん。みやぞんか、安全漫才か。そうだね。だから、うん、まあ、そう、地元だったらさ、うん、実家の住所にどんどん近づいていけば、うん、うん、1位になれる可能性があるけど、うん、足立区のケーブルテレビだけだから、そのどこに絞っていくかじゃない。足立区で1位になるなら、じゃあ、足立区のどこに次行くかってなるのないから、これはやっぱちょっと難しいかな、これだけだと。無理ですよ。それは無理。無理。うん、やっぱ出身と。ネズッチどこにすればいい？ネズッチどこだったら1位になる？ネズッチ？日野？いや、高円寺。
急な高円寺、まあ、もう住んで長いけどね、根づちも高円寺住んで長いけど住んでる住所ばらす高円寺ただね、うん、ただ東高円寺どんどん絞られてる、ただただ無駄に地元をさらされるという企画になっちゃうから、うん、アイアの裏あそこら辺言わなくていいよそこまでは、はい、そうですか、はい、さあこの時間は日替わり、あ、メールもう一枚、はい、日替わり企画お送りしています、はい、木曜日はこちら、インターネットのヤホーで調べました我々ナイツが芸歴20年目にして今一番やりたいネタヤホーで調べましたをリスナーの皆さんにも自由に考えて送ってもらっています、はい、早速紹介していきましょう。今やんさんからね、いきたいと思います、はい、エルフについて調べてきましたよ。荒川ちゃんと春ちゃん月曜日に来てくれましたね、芸人になるか体育教師になるかで悩んでいた春ちゃんに芸人一本で行けって荒川ちゃんがアドバイスしましたからね。そうなんですか。その後も一心同体でね、日夜練習に励めたんですね、うん、日本刀を振り回したエピソードは有名です。そんなコントも練習したのかな。荒川ちゃんはピンクのフラミンゴみたいな衣装が多いですからね、うん、確かに月曜日もピンクのマスクしてたかな。その後フラミンゴ打法を完成し世界のホームラン王としてね活躍しました。荒川コーチちゃんと王貞治ちゃんになってるよ、いい加減にしろ。ハルちゃんと荒川ちゃんね、王貞治ちゃんね。荒川ちゃんっていうのはなんか、うん、荒川コーチってやっぱり俺出てくっちゃうな。あ、そう、荒川といえば、つまり野球好きはそうなのかな。うん、そうなんで、荒川ちゃんと春ちゃんなんだよ。荒川静香さんじゃない？え？荒川って言ったら荒川コーチじゃなくて。あ、そう、荒川といえば荒川静香の方が先。春ちゃんといえば、やっぱあの女優の春さん。あの旅館の春ちゃんのドラマじゃなくて、じゃないな。じゃなくて昼お昼やってた。お昼やってた春ちゃん、うん、じゃないな。そう、春さんの。はい。なるほどね。はい。サイちゃんです。クチッチについてヤホーで調べてきました。今日のゲストロッチのことね、うん、あれ口じゃなくてカタカナのロって読むんですよ。ヤフーで調べてください。1996年にデビューしていろいろ進化しながら今でも子供たちに大人気ですよね。2005年に吉本興業からデビューしたんですよ。去年25周年を迎えて今ではスマホアプリでも遊べるたまごっち、よろしくお願いします。たまごっちのキャラの口っちの話してたのか、いい加減にしろ。口っちっているんだよね。なんか本当のロッチさんって 何年にデビューしてんのかな。ん、2005年なのか。結成は17年ぐらいだっつってたね。あ、そうなんだ。うん、芸歴はね、長いけど、ね。そう、ね。いるの？たまごっち。クチッチってこういうやつなんかいるじゃん。こういう。あ、それクチッチって言うんだ。そう。初めて知った。娘がちょっと好きなんで、ね。たまごっち？たまごっち。あ、そうなんだ。やってんだよ。大吠え小吠えさんです、うん。サイレンス鈴鹿について調べました。日本の競走馬ですね。お母さんがワーキャー、お父さんが日曜日だけ静かなんですね。ワキヤとサンデーサイレンスの子供ね。やかましい夫婦じゃないよ。あれ、だから静かにね鈴鹿ちゃんっていう名前にしたんじゃなかったの。なことあるか。数々の記録も残したんですよね。金庫賞、市長が興奮のあまり金シャチかじっちゃったんですよね。その頃からかじってたのね。金に引っ張られすぎだよ。あ、知ってます？功績を称えて愛知県の中京競馬場に大きな写真があるんですよ。写真じゃないよ、あれ俺が描いた絵だよ。知らなかったのか、いい加減にしろ。覚え子覚えさんね。あ、いたんだもんね。そう、見に来てくれました。見に来てくれたね。ああ、そうだよ。サイレンス鈴鹿。サイレンス鈴鹿ね。はい。和製メーテルさんです。二十歳のソウルについて調べてきました。明日から映画が公開されますね。ぜひ皆さん見ていただきたいんです、この畑の掃除をね。二十歳のソウルね。そういえば最近畑で掃除してる人ってなかなか見ないですね。裸足のソウルには重曹が効くっていう話なんですよ。二十歳のソウルは吹奏楽部の話でしょ、うん、確かに裸足で履いた靴のインソールの匂いには重曹が効くらしいですけど。ちなみに僕は消臭10円なんです。消防隊員だろう、どんな役だ消臭10円って。あなた、さっきからなんかちょっと変じゃない、うん、畑掃除を押してみたり靴の消臭に10円だ使うアピールしてみたり、おばあちゃんの知恵袋みたいな。あのね、先人からの暮らしの知恵は案外バカにできませんからね。あ、97歳のソウルだ、いい加減にしろ。97歳のソウル、うつみです。うつみですっていうね。
ね、下の名前をね忘れてしまったんで宇都宮です忘れちゃった芸妓書いてある、ポピーライダーさんです、はい、フジテレビの新社長について調べてきました。あの人が就任しましたね。七又浩一さんが新社長になりましたね。いや湊さんだよ、さんずよしと読むな。湊さんといえばオールナイトフジタニャンなどに携わってましたもん。ユーニャンだよ。ユーをタと読むな。そして木曜9時に放送していた湊さんにも携わってましたもんね。皆さんだよ。もう湊さんの番組じゃねえかな。そんな小湊さんが新社長でお楽しみですね。楽しみですね。木梨さんのコントキャラだろ、いい加減にしろ。小湊さんってね、うん、キャラやってたもんね。ずっとね、子供の頃から見てましたよね。社長に、ね、なられたんですね。はい、ここまででございます。はい、はい、こんな感じであなたもヤホーネタを考えて送ってください。受付メールアドレスは rs@1242.com、 件名はカタカナでヤホーでお願いします。ハガキでも大丈夫です。たくさんのネタお待ちしてます。日本放送ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。2万人以上の方に毎月お電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお使いですか？さあ、ピッチャー投げました。打った、右中間真っ二つ、これはタイムリーになるぞ。サードコーチャーが腕をぐる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 回そう。回ってない、回ってないぞ。どうした、どうした。回したいのに回らないの。肩痛くて。もう肩、腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。司法書士法人中央事務所から現金が返金されるかもしれないお知らせです。自分には関係ないと思わず1分ほどお時間をください。あなたの財布のクレジットカードから現金が返金される可能性があります。どういうことかというと、キャッシングの返済時、知らないうちに利息を多く払ってしまっていて、それが現金として戻ってくるという話なんです。そんなうまい話あるわけないって思いますよね。でも実はこれ、法律で認められた本当の話なんです。対象のカード会社はなんと100社以上で、普段使っているあの有名ショッピングモールやデパートのカードも対象なんです。他にもスーパー、ネットショッピング、交通系、コンビニ、銀行のカードも対象です。手続きをご依頼いただいた場合、カード会社とのやり取り、難しい手続き、すべて中央事務所に任せることができます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。まずはあなたが受け取りの対象なのかだけでも試しに電話で確認してみてください。確認後はすぐに電話を切っていただいて構いません。周囲に知られることもなく、しつこい営業電話もありません。クレジットカードをお持ちの方は無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10-10-10 にお電話を。続いては公社の賃貸でおなじみの神奈川県住宅供給公社がお送りするハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さん、お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。お伝えします。崎陽軒は父の日弁当の予約を受け付け中です。父の日弁当税込み1350円は6月17日金曜日から6月19日日曜日までの期間、数量限定で発売します。毎日頑張るお父さんへのねぎらいの気持ちを込めた食べ応えと食べ比べを両立させたお弁当です。プリッとしたエビとマイルドな辛みのチリソースが絶妙に絡み合うエビのチリソース、本格的な味わいの黒酢の酢豚、素材を生かす塩ベースのチンジャオロースといった人気の中華惣菜にシューマイ3種食べ比べもお楽しみいただけます。さらに締めにもぴったりなチャーハンと中華風鶏そぼろご飯を詰め合わせた
ボリューム満点で食べ応えのある内容です。今年は新たに添付のオリジナルメッセージカードに西暦を入れました。思い出に残る今年だけのカードを添えて、お父さんに日頃の感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。横浜のスタジオから田中司祭がお伝えしました。田中さん、横浜出身のお笑い芸人だと誰がパッと思いつきますかね。横浜結構ね、いるんですよ、調べたら。そうでしたか。吉村明宏さんとかね。ああ、吉村さん、横浜っぽいですかね。はい。あとあの、まあ、出川さんとかもね、いますけど。結構いらっしゃいますよね。そうなんですよ、やっぱり吉村明宏さんのイメージが、ね。ありがとうございます。すいません、はい、ありがとうございます。神奈川県で賃貸をお探しの皆さん、公社の賃貸はご存知ですか。公社の賃貸といえば神奈川県住宅供給公社。公社の賃貸といえば礼金、仲介手数料、更新料は不要。詳しくは 0120-100-107 または公社の賃貸で検索。時刻は1時51分です。続いて東武野田線鎌ヶ谷駅そば野崎建築工業がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さん、お願いします。はい、お伝えします。まず値上げです。江崎グリコは主力商品のチョコレート菓子ポッキーなど全体の3割に相当する199品目を8月23日の出荷分から順次値上げすると発表しました。小麦粉など原材料の価格が上がっているためで、値上げ幅は 3% から 24% です。対象の199品目のうち42品目は内容量を減らします。ポッキーの店頭参考価格は現在の162円から171円に値上げされ、飲料のカフェオーレは114円から125円になります。江崎グリコの値上げは2019年4月以来ほぼ3年ぶりということになります。鶏卵生産大手アキタフーズグループの元代表から現金合わせて500万円を受け取ったとして収賄の罪に問われた元農林水産大臣の吉川貴盛被告71歳に対し、東京地裁は今日懲役2年6ヶ月執行猶予4年、追徴金500万円の有罪判決を言い渡しました。東京地裁は今日の判決で、受け取った現金合わせて500万円をいずれも賄賂と認定し、農林水産大臣としての職務に関する期待や意図があると認識していたと指摘しました。一方、吉川被告は弁護人を通じて、主張が受け入れられず誠に残念、判決内容を精査し適切に対応したいというコメントを出しました。松野官房長官は記者会見で次のように述べました。個別事件の裁判所の判断について政府としてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。一般論として申し上げれば、政治家は常にその責任を自覚をし、国民に疑念を持たれないよう常に襟を正していかなければならないと考えています。次に、岐阜県大垣市にある岐阜協立大学で今月14日硬式野球部の4年生の男子部員がランニング中に倒れ、翌日に死亡したことが分かりました。これは今日大学が発表したもので、監督らは救急車を呼ばず、倒れてから30分ほど過ぎてから部の車で病院に運んでいました。部員は病院に運ばれた後、新型コロナウイルス感染が判明しましたが、野球部の監督は救急車を呼ばなかった理由について、熱中症だと思った、部の車で運んだ方が早いと判断したと説明しているということです。当時は大学のグラウンドで数十人が練習中でした。通常ならランニングは20分から30分ですが、この日はいつもより長く1時間ほどだったということです。大学は第三者委員会を設置し、練習内容や病院への搬送が適切だったかどうかを調査するとしています。おしまいに、アメリカの航空宇宙大手ボーイングが開発中の新しい宇宙船スターライナーが、地上と ISS 国際宇宙ステーションを無人で往復する飛行試験を終え、25日地球に帰還しました。 NASA アメリカ航空宇宙局はこのスターライナーをスペース X の宇宙船クルードラゴンと並ぶ飛行士の輸送手段としたい考えで、今後有人試験にも成功すれば実用化される見通しです。
この時間のニュースは以上です。ニュースデスク森田さんでした。ありがとうございました。フリープランの家といえば野崎建築工業。あなたの一生と大切な家族を支える。暮らしや好みに合わせて自由なスタイルを作れます。あなたの快適空間を実現します。東武野田線鎌ヶ谷駅そば野崎建築工業。続いて日本放送交通情報です。警視庁岩川さんお願いします。はい。首都高速道路は横羽線の下りが事故のため通行止めになっています。横羽線の下りは生麦ジャンクションと小安の間がオートバイの事故のため通行止めになっています。羽田線の下りは羽田を先頭に3キロの渋滞です。三郷線の上りは小杉ジャンクションを先頭に加平まで2キロ半渋滞しています。高速道路の状況です。関東地方の高速道路に渋滞しているところはありません。一般道路の状況です。都内の甲州街道の上りは杉並区上高井戸1丁目で1キロ半、玉川通りの上りは世田谷区上馬で1キロ半の渋滞です。日本道路交通情報センターの岩川でした。岩川さんありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時56分頃お届けします。メール、うん、波乗りトマトさん、はい、足立区民ですが、ねずっちさんの散歩番組は全く知りません。花さんの言う通り木曽さんの方がケーブルテレビのイメージはあります、うん、ですが足立区民的にはやっぱりみやぞんだよね。そうか、うん、なんかさ万が一だけどさ、うん、木曽さんのと間違えてないかな。ねずっちさんやってる。ねずっち散歩はやってる。ねずっち散歩は俺一回ゲストで行った出てた出てた。ねずっち散歩やってる。だそう足立区で放送されてる。ねずっち散歩ゲスト出たことある。ねずっち散歩行ったよ俺。事務所通した。通した。なんで闇営業。闇営業扱いすんだよ。ねずっち散歩。いや闇営業っていうかノーギャラだろ。ノーギャラ。ノーギャラじゃないと思うよ。あそう。わかんないけど。友情してんかもしれない。まだ呼ばれてないんですね。ねずっち散歩行ったことない。あ、そう。こんなの初めて聞いたよ俺。ねずっちさんの長い付き合いだけど。マネージャーさんが止めてる。そんな足立区のうまいこと言いながら回るの。足立区じゃなかったと思うよ。足立区じゃない。東橋とかあっちの方ロケしたから、足立区以外の店も行ってんじゃん。だから足立区で放送されてるだけで、だけかもしれない。いろんなとこ行ってるってことだろ。そう、どこで放送されてるかとか分からずに、ただねずっちと。あのなんかお酒飲みながら、お酒飲むの、お酒飲む、居酒屋とかそういうの回る、もう本当になんかもう散歩番組。カメラ回ってた。プライベート当たり前だろ。回ってる当たり前だろ。あそう、いつもプライベートで行ってもそんな感じだけど。でなんか最後締めとかあんの。締めとか整いました、また今日のロケの総括をうまいことで言うの。いちいちもうそのメニューが出てくるたびに謎かけしてんのに最後も謎かけだからもう根ずっちの番組だからね。やってましたよ。絶対でも木曽さんの方がまだ対決してほしいね。木曽 vs 根津で。またなんか足立区気まずくなるわそれ。さあこの後はロッチの2人が登場。新内舞です。世界月経衛生デーの夜、普段は話しづらい女性の生理や心と体の健康について話します。ゲストは鈴木奈々さんです。新内舞と土曜日の優しい夜は5月28日夜7時から。私と一緒に優しい夜を過ごしましょう。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。クレジットカードの分割払い、リボ払い、またキャッシング、カードローンの毎月の支払いが厳しくなってきた、そんな方へ。ご存知ですか？そのカードのお支払い額、減らせるかもしれませんよ。まずは、毎月のカードのお支払いがどれくらい減るのか、無料でご確認ください。匿名で確認ができるので、周りの人に知られることはありません。毎月多くの方がカードの支払い額を減らしていますよ。さあ、あなたも確認のお電話を。0120-03-0405、0304-05、カード支払いの整理は、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。あなたがウイルス対策に求めるのは、1ヶ月は効果が続いてほしい。持続性、持ち運べる、携帯性、
赤ちゃんやペットがいても大丈夫。全部叶えるものありますよ。家具や衣類のウイルス対策スプレーインフクリン。イキイキウエキ。ザ・ラジオショー2時です。時刻はお昼の2時になりました。ナイツの土屋です。花輪です。リセンボンの美濃はるかです。それでは2時のお天気お伝えしましょう。はるかちゃんお願いします。はい、2時のお天気です。有楽町日本放送の屋上の温度計は 24.0 度、湿度は 55.7% です。東京地方今日の天気は曇り、関東地方午後は日の差すところもありますが雲が広がりやすく、夕方以降あちらこちらで雨が降る見込みです、うん、予想最高気温は25度前後で、湿度高めで蒸し暑くなるため熱中症にご注意ください。小島よしおさんも屋外ステージでネタをやる予定でしたら、うん、雨と日焼けの両方に気をつけてくださいね。日焼けもね、優しいし。はい、2時のお天気でした。ありがとうございました。ポイントはね、小島くんに。はい、さあ、続いて2時台のゲストショー、はい、スタジオにはロッチのお二人です。よろしくお願いします。ロッチです。コカドです。中岡の声です。よろしくお願いします。半年、半年ぶりぐらいらしい。半年ぶりぐらい。半年もうね、3回目の出演なんですよ。本当ですか。ね、はい、もうなんなら今週、日本放送来てますもんね。来てる。ビバリーヒルズ。ビバリーヒルズ。高田先生ね。高田先生があの、E テレの番組すごい食いついてね。そうそうそう。たまにやってますよね。ロッチとご一緒に。4月から、うん、あの、始まったの。うん、あの、番組のロッチの。そう、なんか、悩み相談みたいな。悩み相談。そうそう、一般の人の悩み相談を、まず俺らが聞いて、こうしたらいいんかなとか言ってたら、最終的に哲学で、哲学の先生が、哲学の過去の人の言葉を借りて、解決するっていう。すごいですよね。まあ、面白いよ。ロッチさんが解決するわけじゃない。俺らもうできへんからさ。いつも解決できないなーって言ってたら哲学の先生。そうそう。ちょっとちょっとロッチさんって入ってくんねん。先生が。で、その、ね、あの高田先生が見た回が、うん、幸せって何ですかっていう悩みの難しい。しかも占い師が来てね。そうそう。占い師が来て、幸せって何ですかっていう悩みを、もう最終回やった。占い師がだって一番ね、悩み相談してあげなきゃいけない人なのに。腑に落ちるんですか、やっぱり。それがね、哲学を交えて言うと、うん、あ、そういうことかなってみんななるのよ。やっぱすごいよ。今の哲学者じゃないですよ。昔の。そうそうそう。いろんな、ほんまアリストテレスからも、いろんな哲学者やけど、うん、もう結局ね、この言ってることは、うん、もう今の時代にもね、合うようなことなんだよ。なるほど。哲学って。昔の人のね、言葉でも。そうなのよ。だからもうめっちゃためにもなるし、勉強にもなる。勉強になる。もうまだ終わってないですよね。始まったばっかりよ、始まったばっかり。じゃあめちゃくちゃなんかいいですね。そうそうそう。そうそう。ロシと子羊。うん、ね、うん、高田先生が食いついてくれた。食いついて。食いついてくれた。なんだあの番組って言って。なんかめちゃくちゃ見てる。してたらね、俺もなんかこれなんだろうって思ったんですよね。うん、あ、そう。そういう内容だったんだ。そうそうそう。気になるね。気になるな。ロッチなんてさ、悩み解決できなさそうやろ、パッとこいつら悩みなんで聞いてんねんと思って、パッと見てたら、そこがいいんですよね、多分ね、だから先生出てくるまで我慢してもらう、そう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 、でも、あの手芸も最近なんか、ああ、ミシン、本物さんね、Eテレまた一つ枠狙ってんねん、Eテレの枠、趣味やから、ね、仕事につなげるとかじゃなくて、うん、趣味で始めてるわけやから、いやいや、でも見えますよ、もう、Eテレ見えてる、手芸のやっぱ芸能人で、男の人なかなかいないそうやね。ね、ほんま、菅田将暉さんぐらいしかおらへんねん。菅田将暉さんでしょ、そんな強いとこあるんだ。ミシンやってんのな。ミシンやってんだ。やってはんねんて。ええー。だから、ほんで、菅田将暉さんに、なんかそういう番組のオファーしても、多分いろいろ忙しいし、めちゃくちゃ忙しいっすね。断りはるやろ。うん、だから、俺に来るんちゃうかなと思っていて、思っていてんすか、やっぱり。思ってるけど、別にそれ狙ってはないで。ただ好きでミシンやり始めただけやから。きっかけなんですか、きっかけは。きっかけはほんま毎年一個新しい趣味をやるようにしてるの、40歳でから、今後の老後とかのためにな。ほんで今年だからコロナやし、家で一人でできることって思ったら、ミシンが一番いいなと思って、やり始めたら、向いてた。今まで、ゴルフさ、ツッチーとかも行って、ゴルフ、ね、ゴルフ、サーフィンとか、サウナ、うん、サウナもいろいろやってたけど、あの、下手やなと思っててん、全部。一発目にやった時に。でも楽しいから続けてんねんけど、これ一発目に初めて塗った時に、
めっちゃうまいんちゃうかと思って俺、なんか切れ端で試し縫いみたいなのしようと思って、切れ端ばっかり何個か集めて、それでやったらできるから、切れ端だけでなんかやり始めた瞬間ちっちゃいカバンできてん、誰にも教わってないのに。いきなりそんなんできるの、ミシンの天才だったんですか。これなんやこれと思って。なんかな、カバンをさ、綺麗3枚使って、うん、違う柄のやつ。違う柄を3枚使って、1個のカバンね。で、まあ手下げサーバー、カバンみたいなの作って、それなんかすごい人に、いろんなアーティストの人たちと、あのロケする番組でそれ持って行ってたら、全員が、これ自分でやったんすかって言って、この生地の合わせ方はただもんじゃないよって。マジで。ケンタロウコカドじゃないですか。ケンタロウセンタロウ。そんな質なその色とかのセンスがバツバツ。そうそう。表柄とかが入ってるから難しそうなのを使ってんねんけど、そう見る人から見たらええ感じ、いいああいうって言われんねん。今までやってきた趣味の良さもそこに出てんのかな、色関係ない。いや関係ないと思う。好きですよね。ヨーグルトやったり好きやけど、なんかでもね、ほんまやった瞬間に、要はなんかさ、結婚する人と初めて会った時にこう、なんかうわっと思うみたいなあったやん。その感じがあってん、ミシンやった踏んだ瞬間に、うわこれ俺踏んだ瞬間に動くだけで運命の出会い感じたんだ。あれ動いじゃない。なんかもうずっと長年やってたかのような感じになってん、ほんまに。すごいな。そんなハマることあるんすか。ほんでこれやと思って、案の定もそっからもうほぼ毎日やってる。もう、うわすげえ。なんかすごい、だからインスタとかも すごいフォロワー増えたりとか、フォロワーが今まで俺のこと全く知らん、でミシンで多分調べたら俺が多分出てきたりすんねん、動画とか上げてるから。だからその同じぐらいの大人の女性とかが、なんだこの子はってなって、だからあの誰かは存じませんがフォローしましたみたいな、ミシン男子として加藤さんって知らないで、そうフォローしてくれる人がいっぱい増えて、ほんで今まで知ってる人は、あのカバンとか作ってたらコントだけじゃなくカバン作るんですねみたいなあったけど、その新しいそのミシン男子としてフォローしてくれた人は、たまに今コント作ってますとか言ったら、カバンだけじゃなくてコント作るんですかみたいな。いや、そっちが、パニックよ。ミシン男子、コントなんでみたいな。それあんま興味ないの、ミシンとか出るとあんま興味ないやろから、ほんまに知らん感じやな。で、作った服をね、すごいな。服屋さんの設定で試着室かなんかのコントやったらまた。ほんまやな。やった。一個できた。試着室。なんだもんだ、一個できた。なんかそのお尻出すだけなんだけど、結局。どの意外のパンツ作ってくれたよ。それに比べて何の趣味もないんですね。あなたは。あるんですか？足の骨折ったぐらいでしょ。トラブル起こすだけでしょ、趣味。クーじゃないんだよ。あの、いやいや、俺はフィールドホッケーっていうスポーツをずっと続けてるけど、何の仕事にもつながりませんね。オリンピックは、オリンピック何もなかったですよ。オリンピック東京オリンピックあったのに。オリンピックあったのに。なんか、大使みたいな。やっとそうそうそう。アンバサダーは別に、お金もらう仕事じゃないからね。オリンピック始まる前は、ホッケーでこれから忙しくなるんじゃないかみたいな。そう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 。言ってましたよね。言ってましたよね。負けたんよ。ボロ負けやったよ。東京オリンピック。あ、やっぱりそっちだ。はい、成績によるんだ、そこは、ね。でももう女子はその後アジアチャンピオンなんだしね。なんとかジャパンみたいなのあるんでしたっけ？そうそう、桜ジャパンね。桜ジャパン。ほんで、侍ジャパン今アジアカップやってますんでね。あ、侍ジャパン。世界3位のインドに昨日勝ったからね。あ、はい。それはちょっと。誰がいるんですか、日本だとやっぱり。いっぱいいるよ、落合さんとか。本当に？うん、俺ほんまにいっぱい、それは全選手は知ってる。ほら、みんなちょっとあれやろ、侍ジャパンとか言われた時に、侍ジャパンってなったでしょ。思いっきり野球じゃないですか。野球の。いや、ほんま、クソか、ほんま。クソか、ほんま。野球の。いや、侍ジャパンは、まずホッケーが侍ジャパンと名乗ってたのに、野球が急に侍ジャパンを名乗り始めて、おいおい、ホッケーが、おいおい、俺ら使ってやないか言うたら、野球が漢字にするからええやろうが言うて。だからホッケーは漢字じゃない。ホッケーはカタカナアルファベットやけど、あの野球は侍って漢字やねん。だからもう舐められてん、舐められてん。先にホッケーやってたの。ホッケーやから大丈夫やろって言って、同じ侍を当ててきたんや。
ただ野球も好きやからな俺。野球も好きやから。野球の話しかしない。そうそう。だってホッケーの話してくれるっておらんねんもう。あ、そうですか。ホッケーの刀っぽいですね。言ったら。ああ、ほんまやね、スティックな。インドは特にインドの選手だった。インドの選手はさすがに知らんわ。それは仕事来ないですよ。なんでインドの選手知らなあかんの。そこ全部。めちゃくちゃ名前難しいやろインドの選手。インドは盛んな。インド盛んよ。昔はずっと強かった。あれ世界の銅メダルだったかな。フィールドホッケーで世界トップはどこなんですか。今ねベルギー。あ、そうベルギー女子オランダ。ヨーロッパすごいねんで、競技人口なんか、ベスト5に入るぐらいねんで、その世界の競技人口。野球なんかめちゃめちゃしたやで、競技人口。え、サッカーでしょ、1位は。サッカー、バスケットか、バレーかなんかやってて、ほんで、クリケットが入ってきて、ほんで、そこら辺の、その下ぐらいにホッケーが入ってくる。クリケットとホッケー。インドの人口入れただけ。違う違う、ほんで、ヨーロッパではいろいろやってるから、ヨーロッパスティック持ってる人当たり前やから。マジスポーツバーでホッケー流れてるから。そうなんだ。そうや。あれ、スティックって言うんですか？知らないんだ。スティック、スティック、スティック。ほんで、めっちゃむずいねん、ルール。そのスティックの。めっちゃむずないねん。両面こうやって使ってこうやってると思うやんか。むずいっていいやんね。片面しか使ったらあかんねんて。ええ、難しいじゃないですか。左右こう、コン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 ってやってるの。片面使うだけの話やねん。片面しか使ったらあかんねん。なんでできない。なんでじゃない。そういうルールやからやん。むずいやろ。なんでですか、両面。ほんで、バーンって打って、どこより上行ったかね。膝より上。膝より上上げたらあかんねん。ええ。めっちゃむずない。むずない。そういうルールや。判定むずいっすよ。バット、ね、野球ないっすもんね。振り回していいんですもんね。野球の方が単純だから。球が膝より上。上がっちゃわかんねえんだよ。ねえ、球上げちゃいけないんだよ。やっぱ難しいよ。むずないね。ほんで、レッドカード、イエローカードだけじゃないな。グリーンカードって。何それって。グリーンカードが。優しそう。3分休憩。休憩なだけ。グリーンカード、3分休みなさいって言われるの。あなた、ちょっとした反則ですよ。3分休みなさいって言われるカード。休憩を指示されるんですか。そうや。グリーンカードで。あんた、ちょっと悪いね。ちょっと悪いだけが3分休憩しなさい。体調はないわけだ。体調だから赤や。ああ、で、黄色が5分かなんかで。ほんで、グリーンが3分や。細かく刻むね。時間が細かい、細かいですね。そうや。ああ、いやいや。知らなかったですわ。ある、知らなかったですよね。さあ、じゃあちょっと CM の後も、ロッチのお二人お付き合いいただきます。はい。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。建設現場工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。どうも、ミキです。兄のコウセイです。弟のアセイです。コウセイ、アセイ、アセイ、コウセイ言うてるうちに、我々ミキのポッドキャストが始まりました。チームで何かに挑戦している、京都にゆかりのある人を応援する番組、ミキのキョットキャスト、切り開け、京都挑戦組、サポーテッドバイ、京セラ。日本放送、ポッドキャストステーションで好評配信中。月曜日から木曜日はナイツ。金曜日は中川家。土曜日はサンドイッチマン。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。まずはいくら戻るかご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。さあ、毎日2時台はザ・ゲストショーと題して、ゲストと一緒に笑いをお届けしています。改めて今日のゲストはロッチのお二人です。お願いします。フィールドホッケーの話なんですけど、いやいや、どんだけすんの。しないよ。もうないよ話。もうないよ。東京オリンピックフリーで得点王田中健太、知らん田中健太。得点王になったんですか。得点王っていうか、
セットプレー以外のプレーで点を一番取ったのは日本の田中圭司、うん、すごいじゃないですか、はいはい、へー、ありがとう、食いついてくれてありがとう食いついてくれてありがとう、今ドキッとした、食いついてくれて、すごいと思って、うん、いやほんますごい選手多いねんけど、ね、だからあんまりだから ねラジオでもそこまでの量は喋ったことない、喋ったことない、めちゃめちゃ嬉しいんだから喜んでるでしょ、ね、喜んでる、フィールドホッケー会はね、それ以外の人はどうか分からないけど、この前あれですよ、僕ら多分これラジオで喋ったんですけど、うんうんうん、あ、喋ったんや、綾坂営業ね、よく一緒にやりますよね、行かせてもらって、はいはい、あれなんか、うん、和歌山の時に、うん、白浜の方の時やんな、そう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 、田辺市ね、なんか海かなんか見に行っちゃって、うん、そうそう、いつも順番がロッチーナイツがで最後らへんね、そうそう、うん、その前が、うん、ドブロックか、ドブロックロッチーナイツが多いですね、多い多い、それドブロックのやってる時に俺らが行ってマイクつけたりして準備すんねんけど、そうドブロックやってても中岡君が全然どっか行って楽屋におらんくて見当たらなくて、ほんであれおらんなと思って、ドブロックいつも3曲やんねんけど、うん、2曲目始まってもおらんし、うん、ほんでナイツのとこ行って俺が、うん、中岡君おらんからもしかしたら、うん、あの順番、うん、さっきやってもらうかもしれへんって言って来ました、うん、でもそんなわけないと思うって言って、うんうん、どっかにいると、どっかにいるって、ね、うん、ほなあの3曲目始まってドブロックのそれでもちょっとあのおらんわって言ってね、準備してもらって、うん、ほんで電話して、うん、もう出えへんかってんけど、うん、最後に電話した時に、うん、もしもしって言ったら出て、うん、いやあのもう出前出てたら、うん、ガチャって切れてえ、ほんでもう走って戻ってきて何しててんって言ったら、うん、海見てた。ひどいな。ごめんなさい、すんません。海見てた。海見、なんか、確かに近く、横海あって。歩いて5分ぐらいのとこに、うん、海あって、うん、こう、マスク取って、もう一人で、こう、海見てたら気持ちよ、うん、一人で行ったんですか？そうそうそう。ほんで、あ、気持ちいいな、とで、マスク取ってな、うん、あの、ええわ、と思ってたらな、うん、あの、なんか隣にね、おじさん座ってきてな、うん、あ、マスクせなか、思って、マスクしてたらな、うん、中岡さんですかみたいな。あ、気づかれたですね。つって、あ、こんにちは。つって。で、なんか、妙になんか、あの、うん、お笑いってどうですかとか、どんな感じですかって。コントの作り方ってどうですかって。妙になんか聞いてくるなおじさんだなと思って。で、俺は海一人でなんか見たかったのに、なんか、なんですかって聞いたら、僕はあの、田辺の方で、あの小さいコミュニティのラジオやってました、情報をゲット、なんか次の日のラジオで喋るネタを俺にどんどん聞き出そうとしてんのよ、コミュニティラジオのパーソナリティが、そう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 、毎日やってはるからネタな、毎日さ、この前はどんなラジオやってはったんですか言ったら、うん、森高さんの誕生日に森高千里さんの誕生日、森高さんの曲を、うん、みんなで聞くっていうラジオしましたっていう。人間関係ないんだ。全く聞いたことあるんですか、聞いたことない。その日にちで、なんか今日は森高さんみたいな。好きだからとかなんか言いながらな。あ、この人相当ネタないねんなと思って。でもなんか、こう、情報聞かれると思い出すと、なんか、ちょっと嫌になってくる。そうですね。初めて会った人にね。ほんで、あの、ダニエルズの子が前通って、おーとか言うねんけど、なんか、あ、こんにちは、みたいな。なんか、他人行儀にされて、うん、こっち来てもらって、なんか逃げようも出んのに、スーッと目の前でどっか行かれて。何人行くか逃げちゃったんだ。もう変なやつ絡まれてると思って。助けてもらおうたのに。助けてもらおう。ほんで、あ、いやいやわーと思ったら、ここはどこから着信あって、うん、よし、これで逃げれるわと思ってパッて出たら、うん、もう出番やぞって言われて。焦って。やばいやばいやばい。自分でだって時間、ちゃんと計算しなかったんですか？だいたいわかるやん、ね、そういうとこ抜けてますよね。あ、そう、全然抜けてるよ。抜けてますよね。うん、それ親父関係ないですもんね。親父関係ないよ。そら、コミュニティラジオの人のせいみたいになってるけど、いや、出番のせいやんか。コミュニティラジオのせい。ほんま、めちゃめちゃ聞かれてん。抜け出せなかった。ネタの作り方、いや、コカド君が作ってる言うてんのに何回もどうやってるんですかって、どっから発想が出てくるんですかとか、そのコカド君が作ってる言うて、その人の放送は聞けなかった。聞けなかった。いや、次の日どんな感じでな、ね、どんなネタしたのか。けど、うん、あの、その
舞台遅れて出て、そんな人がいたんですよって言ったら、あのインスタかなんかのダイレクトメッセージに、うちの兄がすいません。弟見に来てた。マジで。うちの兄がすいません。兄も来いよじゃ。見に来たら一番ネタになる。見に来たら一番いいやんな。ほんまやな。この半年でいろいろありましたもんね。いろいろあって僕は足も骨折したりね。そうね。でも足さ、まあ骨折しても営業も休まずに来てたから、ネタも今までのさ、ネタだと、この、引かれたーって言ってたから。そうそう、中岡君が飛んだりするネタがやったからね、営業で。それがもうできなくなった。封じられて。急に、座りの、めちゃめちゃちゃんとした設定コント。渋めのコント。動きが。地方のお客さんの前で渋めのコントに。漫才師やったらな、別に足骨折してもできるけど。まあまあ、立ちっぱなしだったらね。コントはもういろいろできへんから。すげえ座って。座ってやってました。やってたな、最近は。もう大丈夫なんですか？もう大丈夫。さすがにでもまだ座ってるけど、コントとしては座ってるけど、まあもう大丈夫なんでね。そうよ。タネもあるし。バタバタしてたな。そうそう。バタバタしてたやろ。で、まあ松葉杖はまだお客様、うわ、大丈夫みたいだけど、後半は杖一本になって。ステッキね、なんか。ステッキで、バーって、ゆっくりゆっくり出てきて、もう大師匠みたいな。ほんま、内田裕也さんみたいな。いや、そうそう。なあ、杖一本で。ロン毛で杖はもう内田裕也さんやから。なんか、ロッチさんの後にナイツじゃないですか。最近ね。だから、その、なんだろう、少しなんか長いんですよ、転換が。長岡さんの足待ちみたいな。ゆっくり出てくる。ちょっとだけね。でもだいぶなんかスタッフさんももう何回かやってるから慣れてきましたね。長岡さんがいるのにもうセンターマイク普通に動いてる。時短でね。まだ帰ってないのに。ご迷惑かけましたよ。期待してましたけどね。もうよかったです。もう治りますんで大丈夫です。しっかり。やっぱり何か考えましたか？やっぱその足負担がやっぱりいいなみたいな。ああ、やっぱ、それはもういろいろ、やっぱ、なんか、世間で歩いてたら、あ、杖ついてる人ってこんな多いんやとか、目につかへんでしょ、杖ついてる人、あ、こんなにたくさんいんねやとか、そういうの気づくんだ。松葉杖のことですか？松葉杖。いや、ステッキ。あ、ステッキ。松葉杖あんま見ないでしょ。松葉杖あんま見へんけど、ステッキみたいな持ってる人は結構おるの。あ、そうか。YouTube かなんかで、木から竜のステッキ作る動画とか見たりしたんですか？何それ。特殊な見てんな、自分。ステッキ急になんない？竜のステッキ。木になんか竜の絵描いて、ステッキみたいな。すごい速さでそれ切って、なんかこう彫刻みたいにして、竜のステッキ。特殊な見てるの、使ってはいるけど、そんな見えへんよ。このステッキいいなみたいな見てないですか？何からの関連動画で来たの、それ。ライフハックみたいなやつ。いや、ライフハックあったけど。杖の作り方みたいな。それは。あ、見てないですか。でも、大体ね、この、紳士的な人はもう、そうそうそう。ステッキみたいな。最初はそれ、別に興味ないとか、それ使うつもりなかった。ジュニアさんが、手術されたでしょ。股関節を。ほんで、それを使ってはってね。ほんで、俺が骨折したっていうの聞いて、ちょうど俺も手放す時やから、あげるわって言ってくれはった。あ、そうなんですか。それこそ YouTube になってるから、それ見て。渡す、ジュニアさんの、ジュニアさんが、オレンジ期で渡す動画が上がってるわ。そうそう。それを、だから代々、まだ怪我した人に、こう渡すっていう。芸人の中でね。中岡でスタップするのが一番だけど、もし困った人が三代目として、使っていこうぜ。ほんで、中岡軍のギブス取れた後にサポーターしてたけど、その上から、この足をカバーするやつが欲しいって言って、俺がミシンやって。そうそう。ミシンで作ってって言って、足のカバーも作ってん俺な。足のカバーってだって硬いやつじゃないですか。いや、じゃあほんまに手の布なんかさ、布のあるやん、要は靴下のでっかいやつみたいなを作ってんやんか、ゴム入れて。だからそれもあるから、そのステッキと足カバーを次の骨折者芸人セットで吹いてこうね。じゃあアイテムとして一個アイテムギブスってなんかね、大げさなんよ。やっぱそれ隠したくなるのよ。だからそれを隠すカバーみたいなのをコカドくん、そんなサポーターみたいなやつ感じね。そう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 、ゴムつけて作れるんだね。でも難かったよ。だからそんなんさ、見本がないから、どこの YouTube 探しても。確かに。足カバーなんて。そんなもんこの世にないから。だから自分で、自分の足にこうやりながら。すごいな。ネタ作ったりしてます最近。
いや、あのミシンでカバン作る合間にネタ作ってるよ。考えて。さあ、じゃあまた一旦 CM でこの後もロッチの2人お話聞いていきます。The Radio Show。 カードローンの過払い金は中央事務所、代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。なんとクレジットカードにも過払い金が発生していました。あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのか無料で確認できます。0120-10-10-10-10-10-10。俺の車値段つくかな。はい、車買い取り実績ナンバーワンのガリバーです。お車のプラス査定を見つけ高価買い取りに挑戦中です。さすがガリバー。お任せください。しょうこなくちゃ。ガリバー。0120-66-474766-4747。出川哲朗です。麻婆春雨食べたいな。そんな時永谷園の麻婆春雨、豚肉野菜を乗せてなんとレンジでチーンしちゃいました。マジ簡単。永谷園の麻婆春雨、詳しくは永谷園のホームページで。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。ご存知ですか、建設現場工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。アスベストが使われていた場合、建設現場や工場にいた方、そこに出入りしていた方、運搬していた方なら誰もが救済の可能性があります。また対象者がお亡くなりの場合、遺族の方が対象となります。ご家族の仕事に心当たりのある方の確認はとても大事です。まずはあなたやご家族がいくらもらえるのか無料でご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。有働由美子、有働のラジオ。今回のメールテーマは、The Radio Show。さあ、はい、今日はロッチのお二人をお迎えしております。はい、はい、ねえ、うん、メール読みます？メール来ます。メール来てますか？メール読みましょうか。はいはい。ね、はい、ますけれど。A、三橋のマイケル。はい。最近中岡さんの双子の兄弟が見つかりましたが。うん、いや、それ嘘。どんなお気持ちですか？インスタのやつでしょ。似てますね。めちゃくちゃ、僕のインスタ見てもらったら分かると思うんですけど、そっくりの人が現れた。年上ですよね。年上やった、うん、年上やった、年上で。うん、髪の毛もメガネも、もうほぼ一緒で、体型もすな。めちゃめちゃ、だから今、特にマスクとかしてるから、もう一緒よ。分かれへんで、ほんまに。何やってる方ですか？これね、まあ普通のお仕事されてる方やねんけど、偶然ながら、うん、その方もホッケーされてて。うん、くそ、濃くないですか？シニアホッケーされてて、だから、三重でくすまれてるんやけど、うんうんうん、三重でこの俺と同じような人がホッケーしてるって中岡がホッケーしてるって話題になっちゃ う, そう な, り、ね、なるでしょそれは。ほんでこの前2で営業、早坂営業行かなかった、あの時も来られててこの方が見に来てたんだ。そう、客席に中岡おるぞってなってた。そうそう、ほんまに、俺のツイッターに何件か来てて、やっぱ同じメガネしてるからね。うん。いやでも顔もめちゃくちゃ似てるから、体型もな、そう似てる。だって名古屋の番組で中岡君おらんけど、俺その人と2人で出たこともあるし。何ですか、はい、企画で、まあ、ここあのライブかどうかみたいな。違う違う、普通にライブの告知で、うん、どうもロッチです。大徳さんが、大徳さんね、さんその人好きやねん。そう、あ、その人見つけ出してる、よく出るんですか。あの大徳さんだけで出るから、この人。大徳さん以外出えへんから。何のこだわりだ。似てるわ、似てるな、面白いね。はい、わ、もう時間？もう時間ですよ。ちょっといろいろ話したかったのに。何の話ですか？何？え、はるかと昔一緒にレギュラーやったピロロン学園の話したかったのに。ピロロンメンバーやな。ちゃんとやってたんだ一緒。ミシンの話しちゃったからもう。ええ。どうですよピロロン学園。スッチーとな、サウナの話もな。俺頑張んだよ。サウナパンツもらった話もしたかったけどな。サウナピア豊橋ね。田中さんの車壊れた話もしたかったし。クークーって言っていただきたいですよね。お知らせあります？6月24日25日に毎年恒例、単独ライブ、あ、ちゃんとネタ作ってた、すってんころっち、すってんころっち、はい、ここでね、いろいろグッズ出すんですけど、そのグッズを入れて持って帰ってもらう用のバッグを今ミシンで僕も、そっちもいいんじゃん、すごいもうそっち楽しくなってる。2、30ぐらい、え、そんな、いや、そんな作れるか分からない、今だから空いてる日に作れる数作ろうと思って、ね、コントもあるんですよね、ちゃんとコントも、コントも、コントも、コント、あ、ごめんなさい、メインコントでした、メインコントですよね。
コントでチケットがね、でもソールドアウト、ね、ありがたいことになったということですけれども、はい、こちらで当日券出せればなぐらい、当日券出せればまた SNS でホームページで見ていただきありました。ということで、はい、今日のゲストロッチのお二人でした。ありがとうございました。カードローンの過払い金は中央事務所、代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。なんとクレジットカードにも過払い金が発生していました。あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのか無料で確認できます。0120-10-10-10-10-10-10。暴風雨ガチャ、ただいま虫コナーズを買いに行ったら、蚊に効く虫コナーズプレミアムというのが出ていて、思わず買ってしまったよ。プレミアム、あなたってちょっといいのが出たって聞くと買わずにはいられない人ね。おかしいかな、そういう人多いと思うぜ。ぶら下げるだけで半径1メートル、蚊を寄せつけないんだ、買ってしまうだろう。私には理解できないけど、私は私で、コロナコロナでずっと家にいたもんだから、なんだかむしゃくしゃしちゃって、ものすごく高いハンドバッグを買ってしまったのよ。ええ、結局私たち似た者夫婦ね。ああ、緊張虫コナーズプレミアム、使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはお電話を。0120-10-10-10-10-10。ラジオリビング前島かのアナウンサー、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日の日本放送ラジオリビングは健康食の代表選手です、紀州南高梅の樽底梅干しを改めてご紹介します。たっぷりご用意してたんですが、うん、ご紹介のたびに大好評につき残り少なくなってきました。で、原材料の南高梅を集めてつけるのに時間かかりますので、これを逃すとしばらく手に入りません。次ご紹介できるのがですね、おそらく8月の頭くらいになるかなと思いますので、お忘れになっていた方、まだ食べたことないなという方、この機会にぜひどうぞ。南高梅をね、漬け込むときに、その梅の重みによって皮が少し破れてしまった、いわゆる訳あり品なんですけれども、どうでしょう見た目。全くめちゃくちゃ綺麗。そうなんですよ、破けてないよ。そう、どこが破れてるんだろうなってくらい、わからないくらいなんですけれども、もちろんね、味はギフト用にもなる高級品と全く一緒で、破格のねお値段なんですよ。美味しいですよね。もうほんのりとした甘みがあって、ただ酸っぱいだけの梅干しとは全く違います。その上、皮が薄くて種の小さい大粒の梅使っているので、果肉すごいですよね。そうなんですね。プリでも本当に美味しいですよ。そう、皮が薄くて、でしかも塩分が気になるという方にも嬉しい、薄味低塩なんですよね。一般的な梅干しですと塩分が 20% くらいのものもあるんですが、こちらおよそ 9% と塩分控えめです。ですので、もうご高齢の方から小さなお子さんまで、幅広い年齢の方に長くね愛されてるんですよ。で、梅干し、抗酸化作用の高いビタミン E ですとか、血液の健康、元気の源のクエン酸たっぷりです。これからどんどん気温上がってきますし、ちょっと疲れたなという時、1日1粒樽底梅干しでバテがちなこの季節乗り切ってください、もう今日も朝からたくさんのお申し込みいただいてます、やっぱりこう暑くなると梅干しって恋しくなりますよね。さあご紹介しますね、紀州南高梅の樽底梅干し、
今回も前から興味あったんだけどまだ購入したことないなという初めての方向けに1箱 700g ご用意しました。こちらは消費税込み2980円です。これね、前回大好評いただきました。そしてこれでも十分お買い得なんですが、もちろんおなじみのお得なまとめ買いもありますよ。 700g の小分けの箱が3箱で合計 2.1kg、 消費税込み5980円。そしてさらにお買い得な 4.2kg セット、こちらは税込み 11,800円です。お申し込みはフリーダイヤル0120-1242-86 までどうぞ。三方どうですか、どんなお召し上がり方好きですか。ああ俺はもう焼酎お湯割りにこれ1個入れるじゃないですか。いいですね、果肉たっぷりですもんね。土屋さんどうですか。おいしい、もそのままいきます。僕あそのままですか、うん、ご飯ね。あいいですね。そうなんです、それがシンプルでまたね。ねえ、春子さん何かありますか。私はそのままも食べますし、はい、ちょっと潰してご飯にあえて食べたりします、ね、いいですね。そうなんですよ、本当にアレンジたくさんありますので、もちろんご飯に合わせてそのまま焼酎もおいしいんですが、お茶漬けとかね、おにぎり、あとお粥に乗せても本当果肉たっぷりなので贅沢な感じがまたするんですよね。でこの程よい酸味が冷たいうどんとか、あとそうめん合いますよ。これおすすめです、個人的に。はい、あとリビングのスタッフさっき言ってたんですけども、こうきゅうりの乱切りにあえて食べるだけでこれまたすごくさっぱりしてて美味しいって言ってます。それはちょっと分かんないですね。何ですか、美味しいですからね。お食事1個多かった、1個多かった多すぎますよ。いっぱいある、アドリブはやめていただきたい。ちょっといろいろご紹介したくて、はい、ね、食欲が、ね、落ちちゃうこの時期に調味料代わりにいろいろな料理に試してみてください。この 700g ずつの小分けの箱に入っていますので保存しておくのもね大変便利です。賞味期間常温でおよそ7ヶ月、数量限定なくなり次第終了ですのでぜひお早めにどうぞ。紀州南高梅のタレ底梅干し 700g の小分けの箱が3箱で合計 2.1kg、 消費税込み5980円、倍の6箱 4.2kg セットは税込み 11,800円です。関東一都6県は送料無料、お届け返品についてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル0120-1242-86 0120-1242-86 です。またラジオリビングのホームページや LINE 公式アカウントからもご注文いただけます。ぜひラジオリビングで検索してください。はい、前島かのんアナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。この時間は日替わりで様々な企画をお届けしています。毎月最終木曜日はこちらをお届け、ビッグカメラプレゼンツビッグな家電ショー。日本放送からほど近い有楽町にもお店を構え、皆さんの街にもあるビッグカメラ、そのビッグカメラに毎月おすすめする最新家電とその魅力をたっぷり伺っていくコーナーです。そうです、はい、はるかちゃんもね、はい、もう家電は大好きだもんね。はい、楽しんでますからね。そうだよね、はい、今日もどんな商品が来るのか注目しております。おお、力強いということで、今月はこの方にお越しいただいております。ビッグカメラの佐藤さんです。よろしくお願いします。はい、ビッグカメラの佐藤です。よろしくお願いします。今日なんかその服は何ですか。はい、これはあの赤いベストに着ております。いつもこれでしょ、ビッグカメラの。いつもこれよ、うん、これなんで赤いベストなんですか ね。やっぱり熱い思いで商品の良さを伝えていきたいという、そのまま込めて、そういうことですね。赤、はい、さあそれでは今回おすすめするのはどんな家電でしょうか。はい、今回はですね、電気代を見直したい節電家電を特集いたします。ちょっとだって電気代今高くなってきてるから、安ければ安いほどいいですもんね。それはそうですよ。特にやっぱり最近はですね、いろんなものがこの値上げ値上げという話題が多いですが、中でも特に電気代気にされてる方は多いと思うんですよね。死活問題だよね。
っていうのはね、ですよね、どんどん上がっていくでしょうからね、そうだよ、うん、まあ、そんな電気代というとですね、うん、花輪さん、遥さん、これからの季節に必須のエアコン、うん、で夏場にこのエアコンがご家庭に占める消費電力の割合、大体何パーセントぐらいだと思います？エアコン、エアコン、まあ30、30、28、うんうんうん、いや細かく刻んだね、うん、当てにいってるから俺、うん、これ24、25、35、35、うんうん、どうでしょう、はい、あの資源エネルギー庁の調査によりますと、うんうん、エアコンだけで、うん、58%、 そんな変わんない、実際 60% にも上がるわけですね。めっちゃ外しただろ。まあこのエアコンの電気代がですね、家計に直結してくるわけなんですよ。そうなんだ、はい、ということで今日紹介するのは節電家電の中でも省エネエアコン、三菱電機の霧ヶ峰 FZ シリーズを紹介したいと思います。はい、まあ早速この最新のエアコンに買い替えるとですね、電気代どのぐらい変わるかということなんですが、まあ例えばですよ、10年前のリビング用のエアコンを今回の最新のエアコンへ変えると、これからの10年間で電気代どのぐらい変わってくると思います？10年間、まあ1万円ぐらいかな、1万円かいかないぐらい、うん、10年だからな、まあじゃあ2万、うん、10年ですよ、10年、1万8000円ぐらいですか、いっちゃう、うん、まあ、実はですね、うん、最新のエアコンに変えるだけで、うん、10年で16万円以上も安くなるんです、電気代が16万、何それ、16万以上、あ、そうなんだ、じゃあもう最新のやつに変えた方がいいよね、かなり変わってきますね、電気代全然違うんだ、はい、毎年1万円以上、はあ、そうです、なんでそんな風になってるの、ね、小さい電力でよりこう冷やすことができる、まあ、効率がかなり良くなってるわけです、10年間ですね、確か技術が上がってるんだ、はい、そうなんです、しかもですね、まあ、最新のエアコンはこのように電気代が安くなるだけではなくてですね、うんうん、快適にもしてくれるんです、まあ、例えばですよ、ご夫婦の中でも、うん、お部屋の中で夫は暑いでも妻は寒い、うん、まあ、こんなこともあると思うんです、ありますよね、まあ、そこでですね、うん、最新の三菱エアコン霧ヶ峰は、うん、人の手先とか足先の温度変化を感知しまして、暑そうな方にはしっかりと風を届ける、うん、で寒そうな方には風を当てない、まあ、つまりどちらもですね快適にしてくれるんです、すごいセンサーじゃないですか、まあ、そんなエアコンでですね、うん、快適な夏を過ごしていただきたいということで、うん、ビッグカメラならですね、うん、今使ってらっしゃる古いエアコンを最大3万円で下取りをさせていただきます、すごい、どんなにあの古いエアコンでも、うん、まあ、壊れているエアコンでも下取りさせていただきます、すごいな、最大3万円、はい、まあ、ぜひあの電気代を見直すなら、うん、省エネエアコン、ぜひご検討ください、はい、すごいです、壊れてたっていいんですもん ね、はい、大丈夫です、その分安くなるからね、はい、センサーがやっぱ進化してるんだね、昔と比べて、そうなんですよ、毎年なんかエアコンってね、うん、どんどん進化しますよ ね、まあ、最近ちょっとエアコンの効きが悪いなとか、うん、ちょっとエアコンから嫌な匂いがする、まあ、そんな方はぜひ省エネエアコンお買い替えいただければと思います、さあ、そしてですね、うん、ビッグカメラではこの電気料金自体を見直すっていうこともできるんですね、例えばソフトバンクのおうち電気なんですけど、うん、今お使いの電力会社からおうち電気へお切り替えいただくだけで、うん、電気料金が毎月ずっとですよ、うん、1% も安くなるんです、おうち電気っていうのは知らなかったです、こういうのあるんですね、そうなんです、でさらにそのおうち電気に5月31日までにお切り替えいただくと、うん、最初の1ヶ月の電気代がですね、うん、なんと無料になります、すごいね、いくらでも無料なの、はい、そんなキャンペーンも今実施中でございます、5月31日まで、しかもですねこのおうち電気へのご加入の際に対象の家電購入していただきますと、うん、その家電を最大5500円引きさせていただくんです、ですから先ほどの省エネエアコン三菱の霧ヶ峰も5500円引きでお求めいただけます、
ね。これはやばいっすね。そうか、見直した方がいいんだね。じゃあどうだろう、家どう、はるかちゃんエアコンはお家使ってる？使ってます。でも結構古いの使ってますね。うん、そうだよ、冷えるのに時間かかったりとかしますね。電気代かかってるよ多分ね。そうですね、早く冷やして少ない電力でお部屋をキープできますから、省エネ。そっちの方がいいですよ。いいですね。はい、電気代もちょっと見直すいい機会かもしれない、うん、ということですね、はい、はい、詳しくはじゃあ、ビッグカメラの販売員までということで、はい、はい、そうですね、あの先ほどのソフトバンクのおうち電気の方は、うん、あの対象商品ですとか、うん、それから条件、まあ、こういったものも含めて、詳しくは店頭の販売員までお問い合わせお尋ねいただければと思います。はい、わかりました。はい、赤いベストを着ている人に話しかければいいんですか？お願いいたします。わかりやすいですか？はい、ね、ね、すっげえ赤いベスト気になってるけど、はい、うん、佐藤さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ビッグな家電ショーでした。また来月もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ビッグカメラ小島下取り還元祭り。古い家電を賢く下取り。今お使いのエアコン、テレビを最大3万円で下取ります。壊れた冷蔵庫、洗濯機も下取ります。他にもいろいろ買い替えでお得。詳しくは店頭またはホームページで。ペットは大切な家族です。そしてかけがえのない親友であり永遠の恋人でもあります。私たちはペットと人の絆を一番に考え、心豊かな暮らしを実現します。大切にしたいペットのために、アースペットです。おまわりさん、僕の自転車。盗まれたんですか？特徴は？折りたたむとコンパクトで、5段階電動アシストで、チェーンレスで、デザインもグッドで。どこで盗まれたの？盗まれたんじゃなくて自慢です。ちょっと。スタイリッシュなチェーンレス電動アシスト自転車、ホンバイク。詳しくは、ホンバイクで検索。JR 川越線は、差扇駅と南古谷駅の間で発生した人身事故の影響で大宮駅と川越駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。 JR 東日本によりますと運転再開は午後3時30分頃の見込みです。ご利用の方はご注意ください。以上電車の情報でした。The Radio Show。さあ、いよいよ今週日曜29日は競馬ファンはもちろん日本中が注目する第89回日本ダービー東京優駿が開催されます。ということでこの時間にお届けしているのは日本ダービーで夢見ましょう。はい、きっかけは、あのディレクターさんがやります。僕じゃなくて花さんが、花さんがいつも手やりますけど、急に出した。あ、それ見ちゃいました。急にフロアをやりたがらないでください、はい、うん、夢なんで。さあ、はい、競馬の祭典を記念して、うん、連日、はい、今週のラジオショーは毎日日本放送からの軍資金1万円をもとにパートナーの皆さんに予想してもらってきました。さあ、うん、最終日の今日は、はるかちゃん、はい、もう一番今まで当ててますからね。そう、俺なんかはるかちゃん当たりそうな気するわ。そうですよ、はい、今年もこれ期待できますけれども、うん、未来が見えると言われておりますね。え、まあどうでしょう、注目されているのはさつき賞馬、まあ、ジオグリフ、はい、ね、うん、まあ福永雄一騎手は、日本ダービー V3 3連覇がかかっているというね、うん、馬もいますし、うん、その後はまあ、あと、サスキ賞2着のイクイノックスとかね。うん、あと、竹豊ジョッキーのドウデュース。ドウデュース。はい。おにゃんこぼん、ダノンベルーガなど、有力馬も多くてね、うん、今回のダービー、本当面白いメンバーなんですけれども。面白いな。いろいろ言ったところでもう未来見えてるわけだもんね。はるかちゃん、はい、だって未来が見える、今言ってたけど、未来が見えるんだから。はい。未来が見える。そういう話になってくるのこれ。そうでしょ、未来が見える、はい。未来が見えるんだもんね。見えてますね、もう。見えてるね。あんまり俺もさっきスルーしちゃったけど、未来が見えてるんだから、すごいことだ。未来が見えてるの？未来が見えてんだもん、はい。すごい能力じゃん、それ。すごい能力だもんね。すごい能力なんだ。そういうのあんま公共の電波ではっきり言わない方がいいと思うけどね。そうなんだよ。え、じゃあちょっと予想聞かせてもらっていい？いや、もう今回はですね、うん、まあいつも、福永騎手。はい。お。がもう両腕を、高々と上げているところが見えます。見えるんだから。見えちゃってんだ。それ見えてんだもう。両腕を高々と上げてんの。はい、両腕。手綱はどうしてんの？大丈夫？終わったんでしょ？どこで両腕上げてんの？大丈夫？終わったんでしょ？ゴールする瞬間です。ゴールする瞬間ダメよ、手放したら。じゃあそれもう大問題よ。
飛行機ポーズあったけど昔なんか、うん、いやなんかジオグリフ行きそうですね。ジオグリフね、あこれまだ誰もね入れてないです。ジオグリフいいですね。あと気になってるのが、まあ、はい、武豊さんが乗るドウデュースですか。ドウデュース、はい、これもそうだね。確かに調子いいですか。いやいやいいですよ、はい、まあ、2歳 G1 勝ってますし、うん、このドウデュースもまだ誰も入れてなかったね。そうですね。イクイノックスやアスクワイルドモアも気になってるんですけれども、今回ちょっと単勝でかけてみようかなっていう、うん、いいですよ単勝いきます。はい、思いまして、ジオグリフとドウデュースをちょっと2つに分けて単勝狙いで、はい、じゃあ5000円ずつ単勝で2点でいきましょうかね、うんうん、はい、おいいですね。なんかさすがな予想だね。はい、この辺はだその人気がね、イクイノックスダノンベルーガあたりが人気しそうで、3番人気4番人気あたりかな、この2頭は。あ、いいかも。じゃあ単勝で結構 5,6 倍つきそうだからいいかもしれない、うんうんうん、おもうドウデュースは見えてるの？ドウデュースは見えてますね。やっぱ武豊選手がもう、うん、どういうもう頭の帽子をもうヘルメット、はい、これを投げてるところが投げちゃいけないと思うけど見えますね。その今まで危ないよ。だって今まで一回もないじゃん、そういう投げて卒業式投げちゃダメよあんまり。卒業式みたいに、卒業式みたいにパーンって天に投げてるところがもう見えます。あ、そう。そう、はい。他の人が多分見えないことだもんね。はい。競馬班の人には。見えてんだからな。やっぱり、はい。ということで、はい。あなたもよかったら参考にしてください。そして当日は土田照之、日曜のへそで日本ダービーの模様を生中継します。どうぞお楽しみに。時刻は2時51分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。北海道知床沖で観光船 KAZUAN が沈没した事故で、曳航中に海底に落下した船体と海面に吊り上げるためのワイヤーの接続が完了しました。海上保安庁によりますと、ワイヤーを巻く作業が当初の想定より遅れたということですが、今日中に船体を海面上まで吊り上げる予定です。そして作業船海進の左横に一旦固定した後、いかりを下ろせる浅い海域に移動し、クレーンで船体を海進の上に乗せます。 KAZUAN は明日にも網走港に入り、数日かけて内部の水を抜いてから陸揚げする予定です。航空自衛隊と在日アメリカ軍による共同訓練が日本海で昨日行われたと防衛省統合幕僚監部が発表しました。双方から合わせて8機の戦闘機が参加して戦術を訓練し、防衛省は日米同盟に基づき自衛隊とアメリカ軍との即応体制を確認したとしています。防衛省によりますと、航空自衛隊からは北海道千歳基地の F-15 戦闘機4機が、アメリカ軍は青森県三沢基地の F-16 戦闘機4機が参加しました。昨日の北朝鮮による弾道ミサイル発射に対し、日米が牽制の意思を表すために急遽対応した訓練だったとみられます。次に、岸田総理大臣は今日の衆議院予算委員会で、出産時に公的医療保険から支払われる出産育児一時金に関し、引き上げに向けて努力すると表明しました。現在実施している、出産費用の実態調査の結果等も踏まえながら、この出産育児一時金の支給額、これを引き上げることも大事だと思います。出産育児一時金は現在原則42万円ですが、出産にかかる費用は年々上昇していて、厚生労働省の調査ではこの一時金を超えています。おしまいに、フランスで開催されているカンヌ国際映画祭で25日、河瀬直美さんが総監督を務めた去年の東京オリンピックの公式記録映画、東京2020オリンピックサイド A がクラシック部門で上映されました。
クラシック部門は過去の名作映画などで構成されていて、この映画は故市川崑監督を含む8人が撮った1972年のミュンヘンオリンピックの記録映画と合わせて選出されました。舞台挨拶で川瀬監督は、アスリートが私たちに希望や勇気を与えてくれると感じ取ってもらえると嬉しいとコメントしました。映画は2部作で、サイド A はアスリート中心、サイド B は一般市民やボランティアらの姿を描いています。日本ではそれぞれ来月の3日と24日に公開されます。この時間のニュースは以上です。森田デスクでした。ありがとうございました。竹内芳恵のティータイムズ、毎回会社の代表の方や経営者の方をお迎えして、仕事の内容、こだわりなどを伺います。日本放送ポッドキャストステーションで毎週木曜お昼12時配信です。お茶でも飲みながらのんびり聞いてくださいね。続いて日本放送交通情報です。警視庁岩川さん、お願いします。はい、首都高速道路の状況です。横羽線の下りは生麦ジャンクションと小安の間がオートバイの事故のため通行止めになっています。三郷線の上りは小菅ジャンクション手前での事故の処理は終わりましたが、影響が残って三郷ジャンクションまで8キロの渋滞です。三郷線の下りは小菅ジャンクションを先頭に、小菅ジャンクションを過ぎて中央環状線内回りの葛飾ハープ橋まで渋滞しています。このほか神奈川県の小田原厚木道路の上り線は弁天山トンネル付近で工事のため2キロ半の渋滞です。一般道路は都内の日光街道の下りが足立区平野2丁目で1キロ半の渋滞です。道路交通情報センター岩川でした。岩川さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報はズームそこまで言うかの中で3時56分頃お届けします。はい、メールはこれラジオネーム、かなちゃんママさん、ね、かなちゃんママさん、昨日クイズノーベル賞に、コント山口くんと武田くんの武田隆俊さんが出ていて、途中誰の名詞というクイズでナイツが問題になっていました。50音表でツだけが消えているという絵で、答えがナイツの名詞になるという問題ですね。明らかに武田さん用に出された問題でしたが、武田さんは答えが分からず、後で岡田さんにいじられてナイツに申し訳ないと言って泣いていました。ただナイツのお二人の名前はちゃんと言えたのでピンポンをもらっていました。ただ1日目の武田さんは120点を取ってぶっちぎりの1位でした。あ、そうなんだ。山口さんは出てないんだ。そうだね、山口さんいないとダメだね。武田さん一人出しちゃったらもうそうなっちゃうよ。クイズで1位になってほしいキャラじゃないもんね、武田さんってなんかね、いいね、面白いよね、やっぱり武田さんノーベル賞、ね、いつかラジオショーの、ね、ゲストにも山竹さんも出ていただきたい、ね、そうですね、お魚定食さん、TBS 系 100% アピールちゃんを見ました、はい、ゲストの方々がここしか語りたくない行きつけの店を紹介していましたが、はるかさんはここしか語りたくない行きつけのお店ありますか？そういう番組なんだよね。はい、そうなんです。最近あのやってるね、はい、お店美味しいところを教えてもらうんですけど、どこだろう。この間の的場浩司さんが紹介してた、シュークリームのめちゃくちゃ美味しい店が本当に美味しくて、そう、はい、シュークリームの違うもんかね、やっぱね。そうです、なんか滋賀県にあるお店なんですけど、滋賀、はい、もう皮がもう全然違うんですよね。あ、そう、なんていうんですか、もうすごい層になってて、皮だけもうずっと食べてたいぐらい、うまそう。でクリームももう半端ないぐらい、もうパンパンに入ってて、一つがすごい大きくて、大きいんだ、本当なんか幸せになるな。そう、でその番組いいね。じゃあいろんな人おいしいもの食べれるもんね。あ、そうなんですよ、ね、でみんな紹介してくれて、一応競うみたいな形で、誰か一人のしか食べられない。あ、でそうなんだ、どれが食べられるのかなっていうのが毎週楽しみですよね。そうかそうか、ちょっと質問の答えにはなってないですけど、はるかさんはるかちゃんがちょっと、はい、はるかちゃんの行きつけではないけど、はい、的場さんの行きつけでした。それいただいたという形になります。はい、はい、まだまだメールお待ちしております。
新内前です。世界月経衛生デーの夜、普段は話しづらい女性の生理や心と体の健康について話します。ゲストは鈴木奈々さんです。新内前と土曜日の優しい夜は5月28日夜7時から。私と一緒に優しい夜を過ごしましょう。おうち時間が増えて花を育てる人が増えてるみたい。私も育ててるよ。品種改良が難しいのよね。何を？バラにヒヤシンスに菊に。どこで？ゲームで。デジタルの方か。リアルで育てるなら滝井の種にスイッチ。高品質です。種の滝井。おお、サンスポ、またまたサンスポ。さっきからサンスポサンスポってどうしたの？よく当たるねってこと。サンケイスポーツ競馬面は前場前レース馬中を掲載。あなたの予想にズバッと迫ります。さあ次も頼むよサンスポ。鳩のマークの引っ越しセンターです。親切丁寧安心がモットー。タンス一つでも OK。 無料お見積もりは 0120-191900 鳩のマークの引っ越しセンターまで。産地です。ザ・ラジオショー3時です。時刻は3時を回りました。ナイツ・ザ・ラジオショーをお送りしております。さあ木曜パートナー箕輪はるかちゃんからこの時間のお天気伝えてもらいましょう。はい、3時のお天気です。有楽町日本放送の屋上の温度計は 24.9 度、湿度は 53.5%。 東京地方今日の天気曇りです。関東地方雲が多めですが日差しもあります。午後2時までの最高気温は 26.2 度で暑さが続いています。この後山沿いを中心に所々で雨が降るでしょう。明日は広い範囲で雨が降り雷も鳴る予報です。中岡さん、足が完治したら中岡さんのチーム11人と私の重機11台でホッケーの試合やりましょう。ホッケーの試合、試合になるのそれ。はい、勝てますかね。裏面使っちゃいけないんだよ、だって。ああ、そうか。重機の技よね。ね、確かにな。片方しか使っちゃいけないって知らなかったね。うん、完全にこうをやるもんね。どっちもいけるから、ね、その審判見るの難しいよ、ね、難しいよ。裏使ったとか裏打ちしちゃいけないってことでしょ。そう、うん、それ見てて分かるのかね。あと膝より上に上がっちゃいけないとかさ。誰の膝、なんで誰の膝かそうだよ、ね、誰の膝かによるよ ね。あ、簡単なのかな、やってみたら、ね、まあ、慣れたらもうそれが自然になってくる、ね、うん、危ないからなのかな。柏市の、ね、土辺さんはね、はい、花さん、ここは劇団スティック座長、スティックの音体としてフィールドホッケーをやってみてはいかがでしょう。魂のこもった真のスティックさばきが見てみたいです。なるほど、うん、スティックだけに劇団スティックでもホッケーのチーム作って、うん、ね、11人揃えたらいけるね、スティックだ、あ、11人なんだ、しかもっていうことでしょ。なんか ボーボーっぽいね、いいね、うん、いちいち好きだからスティック、あ、11人スティックスティックで、うん、そうだよ、棒の日だから、もうポッキーの日の発想で毎月11日の棒の日、毎月11日の日、毎月あるんだ、スティックの日、いいですね、いいね、劇団スティック、うん、スティックにまつわることいろいろやってみたり、確かにね、やってみた、ね、いいですね、ちょっと、そう、うん、はい、ね、ということで、うん、はい、まだまだメールお待ちしております。さあ、はい、この後は建設業関係注目のあのコーナーです。ズーム辛坊治郎です。増山さやかです。毎週木曜日はこの方も登場、飯田浩司です。トルコのエルドアンみたいな、非常にプチプチプーチンみたいな、プッチプーチンみたいな可愛く言ってもダメですよ。辛坊治郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。この時間はパートナーにスポット当てたコーナーをお届けしています。うん、木曜日はこちら。
ただいまプロ野球のセパ交流戦が始まっていますが、プロ鉄球でもセパ交流戦が始まっています。ガチガチに守備の固いセメントリーグセリーグと、ゴリゴリに攻めて掘り起こすパワーショベルリーグパリーグ、わー、なるほど、今しか楽しめないホコタテな交流戦もお楽しみに。箕輪はるか座重機賞重機ハイブリッド川柳。セメントリーグとパワーショベルリーグ、なんかうまいな。いいですね、交流戦がやってますからね。交流戦、何チームぐらいなのね。楽しみです、ね、普段はセメントリーグだけで戦ってるんですよ。セメント対セメントでやってるわけでしょ。セメント、そうですね、セメント中心の、ね、どういう争いなのよそれ。ねえ、やらせていただいてます。攻撃ないじゃん。はい、というわけで工事現場で働いている皆さん、お疲れ様です。今日も私箕輪はるかが大好きな重機が入った川柳を重機にのっとり号泣後の19文字で送ってもらっています。はい、まずは、栗蒸羊羹さんです。100人のたこ焼きパーティーなら生コン混ぜ太郎。うわ、何これ、生コン混ぜ太郎。生コン混ぜ太郎、生コンこう混ぜる、こう機械ですね、なんか割と家庭用でもできそうなぐらいちっちゃいじゃない、ね、そうですね。でもこれにもうたこ焼きの生地を混ぜて、すごい量だよ、作ればという、卵何個入れなきゃいけないんだって話だよこれ。ねえ、ほんと、でも混ぜやすそうですもんね。あれだよね、もうでもすごいパーティーする人だったら、なっちゃんとかだったら持ってくかもしれない、ね、なっちゃん確かに、マジでこういうの買おうとかって、ね、言う人だから。でもたこ焼き器がさ、それに合うないじゃん、あ、大きさが言ってもたこ焼き器はあのちっちゃいやつしかないでしょ。 ないの、超100個ぐらい、100個ぐらい一気に焼けるやつないでしょ。そうですね、混ぜ太郎の分だけ結局焼けないから意味ないと思うんだよ。そうだよね、そうね、大きめの鉄板も作りましょうかね、作りますか、重機でね、生コン混ぜ太郎っていうか、ね、樽ぐらいの大きさですね。そうなんだ、いいね、これ、はい、はい。続きまして、IH 太陽さんです。暑い日はアーティキュレートダンプトラックでそうめん流してめんつゆと薬味で美味しく食べて元気もりもり。せっかくあの重機で長さ595になるのかなと思ったら、その先がかなり長くなっちゃいました、ね、もういいやってなっちゃったから途中で。美味しそうに表現したくなっちゃったんですよね。薬味とか入れたくなっちゃうのね。あ、これ何、その流しそうめん的な角度が作れるわけね。これそうですね、できないことはないか、ちょっとこう、なんていうんですか、谷みたいな形になってるので、普通のダンプカーじゃなくて、のトラックじゃなくて、そこの部分が、なのでこうそこにそうめん流して、なるほど、こう傾けたら流しそうめん的な感じになるかもしれないですね。そうだね、すごい短くて太いけどね、そうめんのコースとしては。アーティキュレートダンプトラック、普通のダンプとちょっと違いましてね、中央の部分がこう折れ曲がるようになってまして、こう内輪差が発生しないような形になっております。そうなんだ、はい、そうなんですよ。へえ、なるほど、はい、はあ、非常にね、運転もしやすい、運転しやすそうだ ね、確かに、はい、アーティキュレートダンプトラックです。続きまして、恋するちゃんちゃんこちゃんさんです。はい、カタツムリクローラートランスポーターに隠れていっぱいキスしよ。最近クローラートランスポーター多いよね。こう先週も出ましたからね。どういうこと、カタツムリが。内容はよく意味わかんないんだけど。隠れてって。これやっぱクローラートランスポーターすごい、あのでかいですから、こう NASA でスペースシャトル運ぶための台っていう重機ですから、カタツムリもこの下ならこう安心して隠れられて、なんでカタツムリ。できるんじゃないかっていう。カタツムリだってもうそも。普通の車の下でも行けるでしょね。いやいや、これちょっとね、ちゃんちゃんこさんの解説を読めば、解説読んでください、はい、もうすぐ梅雨ですね。あ、なってないよ解説に。そういうこと、季語なの、はい、やっぱカタツムリを感じる季節、重機とともに感じる季節ですから。そう、クローラートラックポーター、無理やりでしょこれだって。何なんだよ。いや、もうこれをね、ぜひ使いたいということで、そっか、使ってくれたんです。これは重機川柳ならではだな。はい、 ありがとうございます。続きまして、嬉し涙じゃじゃ丸さんです。はい、
ギョギョギョでびっくりです。魚を生きたまま運ぶ活魚運搬車。あそんなのあるんだ。はい、生きたまま運べる運搬車。じゃあもう水槽が入るわけね、この中に。はい、あそうですね。漁港から市場からどっかどこまで運ぶんだろうね。そうですね。すごいね。お店とか、うん、イケスとかにこのまま行けるんですかね、お店の。まあそうだね。車の中に生きてる魚を泳いでるってすごいね。はい。だから水族館とかもこうやって運んでるのかな。あ、確かに。そうだよね、確かに。ね、うん、そうですね。じゃないと運べないもんね、うん。長時間の輸送でも魚を生かすことができる機能を備えています。うん、ね、面白い。すっごい重そうだけどね、車。確かに、水の重さとか。ね、この大きさだったら相当な大きさ。めちゃくちゃ重いよな。ジンベエザメとかもいけるかもしれないね、ひょっとしたら。そうだよ。さあ、こんな感じで、うん、重機にまつわる号泣号の重機文字の川柳を送ってきてください、うん、受付メールアドレスは rs@1242.com 件名は重機川柳でお願いします。はがきでも大丈夫です、うん、たくさんの重機愛のこもった川柳お待ちしています。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。まずはいくら戻るかご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 総別線上星川駅前満天の湯、朝6時からやってます。満天の湯、お風呂アイドルが待ってます。満天の湯、毎日行きたいお風呂屋さん。満天の湯。ショーアップナイタートゥデイ、この時間は SMBC モビットがお送りします。3年前から父とうまく話せない。理由は喧嘩したから。留学ってお前いくらかかると思ってるんだ。もういいよ。私はバイトを始めた。そして留学費の100万円が貯まったある日、母に相談した。ねえ、留学したいんだけど。お父さんに聞いてみなさい。へえ。お父さん、これ、使え。それは、ずっしりと重たい貯金箱だった。お父さん、あの日からタバコやめて、毎日500円玉貯金してたのよ。そこには、ずっと話せなかった父の思いが詰まっていた。お父さん、ありがとう。お金と一緒に渡せるものがある。 SMBC モビット。貸付条件もご確認の上、ご利用は計画的に。ショップナイターツリーです。今日はこの後5時30分から巨人対オリックス戦をお届けします、ここで煙山アナウンサー、話聞いてみましょう。煙山さん。はい、東京ドームです。今丸選手と、あ、今変わりました。丸選手ですね。丸、うん、丸が、ライトにスタンドにバッティング練習でホームランを打ち込んだところですね。調子いいですからね。そうですね。この後ろに岡本が今ゲージの後ろにいまして、岡本昨日全5打点を挙げましたね。すごい。交流戦当たってますよ。うん、逆転ツーランは私レポーターだったんですが、すごい打球音がしたんで、でかいやつってました。あ、昨日のない。そうなんですよ。原監督もね、追い込まれてからあのバッティングができるというのはとてもいい気がしたというふうに話してまして、ここ2試合の巨人の9点のうち8点が岡本が叩き出しているという。さあ今日なんですが、菅野投手、特にここ2試合ちょっとモデルチェンジの気配がありませんか。ありますありますあります。モデルチェンジ、結構コーナーワーク重視というかね、もうやっぱりスピードがね、その分だけあんまりちょっと出ないっていうのがね、今シーズンありましたからね。はい、それもね、あの報道陣から原監督に質問があったんですが、スピードよりもボールの質が大事なんだと。なるほど。ボールの質が非常にいいし、コントロールが素晴らしかったというふうに前回の
チングを振り返ってましたんで、今日は大魔神佐々木一博さんの解説なので、はい、まあ、そのあたりもチェックしていただきたいと、うん、佐々木さん怒りますと花輪さんの頭をフォークの握りで挟むという、大魔神じゃないですか本当の。前あのラジオショーじゃない方の番組のゲストの時におっしゃってました。言ってましたっけ？はい、私あのチェックしてましたよ。やめてください、ここそんな怖いこと言ってもあ、指のね、クローザーの、あのルーキーの大勢もやはりあの世界のクローザーですから。そっか、でも今日投げさせないでしょ、3試合連続は絶対。昨日もあ、そうかそうか、投げたから、そうか、そうです、3試合連続だ、ごめんなさい、ボーッとしてました。そうか投げないけど、あのもしチャンスがあれば投げないんですが、大勢どう見てますかというふうに聞いてみたいと思います。はい、楽しみだな、やっぱりちょっとここまで連勝ですからね。そうですね、はい、今日も5時30分からお送りします、お楽しみに。はい、ありがとうございました。ショーアップナイタートゥデイ、ケメマアナウンサーでした、ありがとうございました。宝に着いたぞ。何もないこの草原がゴール？宝レーベンにゴールはない。新たな住まいや町を作り、幸せという宝を作っていくんだ。これまでの半世紀を助走に、次の新常識へスタートしよう。はい、ライフスタイルに新常識を。宝レーベン無料版。吉田麻也選手にお聞きします。好きな食べ物は？イタリアのピッツァですね。行ってみたい国は？もちろんカタールでしょう。では一番好きなゲームは？ベラジョン無料版ですね。100種類以上のオンラインゲームが楽しめるベラジョン無料版、ティアモー。シロアリ駆除なら1にも2にも3強消毒。家の周りでハネアリを見かけた、それはまさにシロアリの危険信号。日本放送ラジオリビングと創業97年の三強消毒との共同企画、シロアリ駆除サービス。お問い合わせは 0120-1242-86 まで。3強消毒。ショーアップナイタートゥデイ、この時間は宝レーベンベラジョン無料版、三強消毒がお送りしました。俺の車値段つくかな。はい、車買取実績ナンバーワンのガリバーです。お車のプラス査定を見つけ、高価買取に挑戦中です。さすがガリバー。お任せください。そうこなくちゃ。ガリバー0120-66-4747 66-4747。ペットショップマルワン、初めてのペットはマルワンへ。ただいま全店でお客様大感謝祭を開催中。今だけお求めやすい価格で皆様のお越しをお待ちしております。マルワン大感謝祭、マルワンで検索してね。マルワン、マルワン。過払い金の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら、カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか、無料で確認できます。代表は、法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月、2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10 10 10 10。どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。日本放送ナイツオマニアザラディオショー。さあ、メール来てますかね。はい、平安二段さんです。うん、先ほどオリコンニュースを見ていたら、うん、チーム総裁一課長で内藤隆さんの67歳のお誕生日をお祝いされたとありました。うん、花さんは内藤さんに何かプレゼントを贈られたんですか？あ、渡しました。あ、渡しました。はい、うん、なんだ、お肉が好きだから、うん、あの赤ワインね。あ、なるほど。合うやつ。いいですね。お酒も飲むんですね、内藤さん。内藤さん、お酒も飲む。あ、わかんない、飲むよね。そこら辺、多分大丈夫。うん。まあ、多分、赤ワイン。
赤ワインで。5月27なんですよ。明日ですね。明日、はい、だけど21日にそのみんながいっぱい集まったシーンがあったから、うん、その時になんかお祝いしましたね。もうみんなで、もうナイツは分かってたんだけど、うん、そのサプライズみたいな感じで、うん、なんかもうみんなが先にあのセットに全員集まって入ってきた瞬間に、うん、ハッピーバースデーつゆみたいにやったから、うんうんうん、俺もあったんですよ。あの あったじゃん。あった、ちょうどさ、あの、ヤホ検索がやる時だったよね。あの時はさ、3月27日ぐらいだったんだけど、あの時は、ちょうど捜査会議かなんかでエキストラの人もみんな、そう、めちゃくちゃいた。いたからさ、ね、めちゃくちゃ恥ずかしかったけどね。あなんかね、あ入った瞬間にエキストラの人もおめでとうございます。やつだからだね。そうそうそう。入ってきて、花さん、まず第一声に、うんこいついんのおかしいでしょって俺を指して。レギュラーじゃない。レギュラーだけでお祝いしたいのに。いいけど。冷めるよね。一応なんかさ。俺もできれば俺がいない時やってくれよって思ったからさ。ああいうのね。エキストラの人を本当は差し掛かったこの人たちがいるのやりづらいです。さすがにそれは一般の人は。気まずすぎるでしょ。気まずすぎるから。なんでこの人たちいるんですかってなったよね。気まずいから。67歳ですよ。大丈夫さん。若いですよね。うん、さあこの後日本チャレンジドアスリートをお送りします。日本チャレンジドアスリート、この時間は田中貴金属グループ三井住友海上がお送りします。ありがとうより。
状況で真っ先に思い浮かべるべき場所は、ん？ローソン？その通り。ローソン銀行の ATM ならほぼ全てのカードが使えます。真っ先にローソンだ。さあ ATM ならローソンへ。骨密度って気にしたことありますか？そこで雪印メグミルクの毎日骨ケア MVP、 骨密度を高める働きのある MVP を含んだ特定保険用食品トクフォの飲料なんです。通常1本あたりおよそ182円のところ、今回限定の10本セット税込み980円、送料無料。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-044-410 0 4 4 4 1 0、雪印メグミルクダイレクトまで。なお一家族様一セット限りで、牛乳アレルギーの方にはおすすめできません。お届け、お問い合わせについてもお電話で。日本チャレンジドアスリート、この時間はトヨタがお送りしました。1時からお送りしてきました日本放送ナイツザラジオショー、お別れのお時間となりました。今週も1週間ありがとうございました。ありがとうございました。さあ週末もラジオショーでお楽しみください、うん、明日の中川家ラジオショー、ゲストは古賀修さん。土曜日はサンドイッチマンラジオショーサタデー、ゲストは安田大サーカスクロちゃん、うん、そして来週のナイツザラジオショーも豪華ゲストが登場です、はい。30日月曜は小賀県、うん、火曜はトシさん、高カトシのトシさ ん, のトシさん、はい、6月1日水曜日は村上庄司さん、うん、2日木曜はジェラードンということになっております、うんうん、はい、なんか珍しいというか、はい、ね、この後3時30分からは辛坊治郎ズームそこまで言うかでお願いします。はい、お願いします。はい、はい、さあなんか、あ、来てます、うん、おむちゃっちゃさんです、はい、ねずっちー散歩は少し前にねずっちー散歩へX に変わっています。嘘つけ。放送エリアは足立区葛飾区です。根津地さん、葛飾区では認知度が高いんではないでしょうか。いけるんだ。あ、J-COM はそういう感じで分けられてんだね。足立区葛飾区で放送、うんうん、はいはい、根津地散歩 X になったの。根津地散歩 X、うん、X になってんだよ。なんで一回終わったのねえ、そうですね、続編になりました。時間帯が変わったとかするんですかね。そうなのか。ドラゴンボール Z 以来の謎じゃん。確かに。なんでクレッになった意味があるんでしょうね、なんかね。そうですか。ねえ。知りたいですね。葛飾で取ったら1になるかな。ラジオネームは炭水化物食べダイエットさんですけど。うん、あ、はるかさん。あの、はい、行きつけを教えてくれなかったはるかさんですが。うん、あ、はい、外食をすることはあるんですか。あ、外食たまにしますけど、うんうん、そんなここに行きつけてるなっていうところないんですよ。固くなに言わないじゃん。固くなに教えてくれないじゃん、行きつけを。本当に教えたくないのかもしれないよ。本当に教えたくないってことでしょ。いや、 そんなことはないんですけど、あの肉まん、肉まん好きです。肉まん、はい、肉まん屋さん、肉まん屋さんがあるんですよ。あ、吉祥寺に、はい、あら、そこはちょっと本邦初公開というか、大きめの肉まんです。あ、ヒントはそこまで。ここまで、はい、はるかさんぽ、はるかさんぽ X で、はるかさんぽ X、 続編は、ね、いきなり X から始まるの。はるかさんぽ X はだって終わったもんね、一回ね、一回やってたの、はるかさんぽ X。 はい、終わりました。武蔵野市限定のねいいね、動画の番組でした、そうかね、ということでは、はい、はい、また、来週月曜日お会いしましょう。ここまでの相手はナイツの土屋信之と花野信之と井上遥でした。また来週。